くれたかな。 X もインスタも載せてくれてるじゃん。かなたま見た、みんな、じゃ横にいたやん。投稿していいってなって、みんな X の投稿見ましたか。ソラハが投稿したやつ、あのファーストアルバムのオフショットを。そうです、ファーストアルバム の、 あのジャケット写真撮影の時に撮った写真、うん、撮っていただいた写真を投稿しようと思っていたけど、こうなかなかこうなくて、うん、私がカメラで撮ったメンバーさんの写真はボボボボボンって載せたのに、撮っていただいた写真は載せれてなかったなと思って、そう今日載せました。で投稿文どうしようかねって話し合って、そう需要のない2人ランキング、需要のないコンビランキング第1位ソラパセって投稿しました。はい、需要が増えることを願います。え、需要しかないよみたいなコメントあって、優しいってなった。優しい、皆さん優しくありがとうございます。嬉しい。でもあんまりみんなの前では、うん、あの配信もあまりしないようにしてるし。いやでも月に1回ぐらいしてると思うよ。先月しない、本当先月しないか分かんない、あんまり配信はしないようにしてるし、ツーショットも載せないようにしてるし、あの需要ないとか言いつつ自分たちで、うん、抑えてる、抑えてます。でもなんかね、2人でお仕事ってあんまりしたことがなくて、うん、初めてが ST48、 今はなくなっちゃったんですけど、はい、あのコロナ禍の時だったかな、出演、うん、STU48 のもっと STU っていう、うん、岡山県であの公開収録をねさせていただいていたラジオがあるんですけど、そちらがねそのコロナ禍で岡山に行けないって時に、うん、その事務所で撮ったやつが初めて。そう、でもその時も30分、うん、15分とか、うん、とかで一本撮りで、だから1時間も一緒にいなかったし、うん、今ほど仲良かったわけでもないから、うん、まだその時のそんなソラパセとかなかった、コンビもなかった。でこの前の、うん、あ違う、その前その後にめっちゃ後に仲良くなって、うん、ソラパセっていうかノブヨっていうかで、うん、チリメン SF48 のチリメンパーティーに呼んでいただいて、でもそれもなんかパセと出演、私なんか誰が仲いいですかみたいな聞かれた時に、うん、あの2期生ちゃんの尾崎セリカちゃんと仲いいですっていうのを話してて、うん、っていうので自分がスタッフさんに言って多分 OK もらって、でつい最近あのイモステレビのロケでたらいこぎであの同じチームになったんですけど、あれももともと違う、そうペアかもしれなかったけど、そうやっぱりあの先輩後輩すぎると、うん、3期生まだ入って一緒にロケしたことないから先輩後輩すぎると、うん、もっと来いでくださいとか言いづらいと思って、うん、そうちょっと変えた、うん、言いやすいように。もともとやっぱりね、うん、そのやっぱ先輩後輩同士やったらなんか 見なんて見たことがある感じになっちゃうしってことで、あの後輩ちゃんと組むのもいいよっていうか、うん、後輩ちゃんと組んでみてみたいな言われたけど、うん、後輩ちゃんも試していいコンビを見つけて優勝を目指してるから、うん、ガチで狙ってるから、ガチで、うん、そうガチで優勝を狙うために本当にもう引っ張ってこうってことで、うん、一緒にやったけど本当にね2人ペアで、えでもめっちゃちょうど良かったのね、うん、多分あ身長的にも、うん、しかもそのひーちゃんひーたんも普段から2人仲いいし、いちごちゃんとみゆぽんも普段から仲いいし、え多分仲いいで、多分組まれてたと思う。でそこで、まあ、自分たちもソラパセでみたいな感じになってね、しかも初っ端めっちゃいい感じにゴールできたから、うん、よかったよね。よかった、だから全部自分たちからっていう、うん、自分たちでスタッフさんとかマネージャーさんから最終的に決めてるのはそうだけど、うん、ね、初め発端となるのはうちらが発信っていうか、ソラパセ仲いいですよ仲いいですよって言って、じゃあお願いしますみたいな感じになってるから、うん、発端といえば私たちだけ、だから全然 ね、あの認知されてないかも。そう全然認知され、多分仲いいっていうのは分かってると思うけどソラパセなんて知らんと思う、知らん、運営さんたちも知らんと思う、ソラパセっていうコンビあるんだ、うん、
て、いつも一緒にいるなって思われてるだけだと思います、うん、マネージャーさんとかはね知ってくださってるかもだけど、うん、はい、かわいいでしょ卵焼き河内。そう、今日はね、ソラパセだけではなく、今日は吉田サラちゃん、サラピともサラピとパセと私の3人でお出かけに行っていたんですけど、そう、今多分サラピ一人で配信してるんですよ。サラピーサラピに一緒に配信しようやって言ったら、もう配信始めるところですって来てるそう、でもサラピチまでちゃんとバイバイって言って、あのなんだっけ、お見送りじゃなくてなんていうの、見届けました。見届け、お家に入るのを見届けた。あ、送り届けた。なんかそんな紳士みたいなことしたん。え、でもマジであれ家の前まで行ったから、そう、3人でお出かけしてきました。でガチャガチャをしたんですよ。でなんかね、あのお弁当に入ってるなんかおかずシリーズみたいな感じで、はい、おにぎり、タコさんウインナー、鮭、この卵焼き、あとエビフライ、あ、エビフライ、そして私が引いたのがちょっと持ってくる、なんだっけあれ、名前なんなの。バから始まり、あ、わかったよ。バラン、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 バランなんですけど、はい、私がまず欲しかったのがあのタコさんウインナー、そう、タコさんウインナーで、まだでも私は卵だったんですよ。卵焼きでも可愛いと思って、黄色カラー私可愛いと思っていいなと思って、でサラピがエビフライが欲しいって言ってエビフライ聞いてたんですよね、うん、でそして私が鮭欲しい、鮭がいいって言って出たのがオレンジのカプセルだったから、うん、鮭来たと思って、うん、よっしゃ鮭だと思って開けたら、うん、バランで、しかも緑色、そう、緑、緑嫌だってめっちゃガチャガチャのあの何、あのいろんな人がいる空間で緑嫌だ嫌だみたいな、なんでなんでこんな緑なのみたいな、めっちゃ緑みたいな、そう、一番子供になってました。パセリだからね、緑に縁があるんだよみたいな、サラピー上って言ってたけど、うん、イエーイみたいな、なんでみたいな、オチだ、オチみたいになってたよね、なんか、うん、私もカプセルの色がね赤っぽかったから、タコさんウィンナーだと思ったら、うん、そう、卵焼きちゃんだった。そう、私だけお弁当のそのガチャガチャで唯一食べれない、食べれない系だった。バラも、こうやってた大根みたい。え、かわいいじゃん。人参、人参は短い、大根あれみたい、なんか花冠、生誕、これ、なんだっけ、あのティアラ、ティアラに見える。でサラピアンね、ずっとここにつけてたんだけど、エビフライがめっちゃピンマイクに見えて、うん、超ピンマイクだったよね。わガチャガチャ、サラピ普段ガチャガチャしないけどこれはしたいかもって言って、うん、してくれました。一緒にした、可愛かった。そう、なんかね、うん、パセ昨日か、急遽ほんと3人で遊ぶってなったんですけど、はい、なんか昨日一緒に過ごせなかったんですよ、パセと一緒に、はい、なんだっけ、ナイトクルージング、はい、ボリューム4があって、私はベートークに出演しております。そうだから、一緒にいれない、一日一緒にいれないなってなってじゃあ明日一緒にいよっかって、家でゆっくりしようって話してたんですよ、はい、だから私ナイトクルージングでサラピと一緒だったんですけど、うん、サラピが明日何するんですかって言われて、お家でパセとゆっくりしようかなって思っとるよみたいな言ったら、なんか歩きたいんですみたいな、なんか外出たいですみたいな言われて、はい、いいよって言って、パセもいると思うけど3人で一緒にいいって聞いたら、全然いいですよって言ってくれたから、はい、そう、3人で出かけに行ってきました、はい、3人で出かけるのは2度目でございました。そう、実は大阪でお仕事が終わった後フリー時間があったので、結構前だよね、うん、いつ、春ぐらい、うん、春ぐらいに1回、そう、3人で、私が真ん中ですね、どっちかっていうと、うん、
その時もマセとどっか行こうかみたいな、うん、言っとってカフェ行こうって言ったら、サラピがちょうどアサイーボールブームだったんだよね。そうそうそう、自分たちだけ探そうかって言って、でもないってなっとったら、サラピがここのカフェ行きたいんですけど一緒どうですかみたいな誘ってくれて、はい、行こうやって言って、そう大阪のカフェ行きました。行ったのがインスタグラムの投稿になります。でもさ、同じカフェなのにさ、サラちゃんの投稿と私の投稿にさ、違う、おしゃれ度がもうすごいの。全然違う。うん、弟子入りせんといけない。そう、2回目でした。そうです。でね、結構謎だなと思われるかもしれないんですけど、意外と仲いいんですよね、3人で。何の話してるのかちょっと真面目な話が多いかもだけど、え、今日は、うん、あ、タコワサ食べたよってみんな、あ、初めて。そう、私人生初タコワサでした。タコワサを食べさせました。あとちゃんじゃ、ちゃんじゃ、ちゃんじゃも初ちゃんじゃ。そう、なんか焼肉屋さんの食べ放題行ったんですけど、その2人が辛いのも食べれるし、わさびも OK みたいな2人なんですよ。だから私は辛いのも苦手だし、はい、そのわさびとかも苦手で、そう、自分だったら挑戦できないですよ、自分一人とかだと、うん、でも2人が食べてたから一口いただこうと思って、はい、ちゃんじゃ食べたんですよ。なんか美味しい、コリコリしてて、なんのか分かんないけどコリコリしてて美味しいよね。そう、辛かった、なんか痛かった、痛かった、うん、ピリピリした。全部で食べたらやばいと思って左側で食べたんだけど左側めっちゃ痛くなってびっくりした。何それ。でもなんかコリコリみたいな食感が美味しくて、そう、また食べちゃったんだけど、はい、でタコワサは私わさびが苦手なので、はい、もう縁がないものだと思ってた、ね、タラの胃だって。えタラだったの。タラ、うん、タコワサ美味しかった。タコはコリコリしてて、なんかそこはわさびが少なかったよ、ね、うん、少なかった、なんかツッぐらいな感じでツーンじゃなくて、え、あったよ、ツーンって感じで、あ、うわ、わさびって思ったけど、タコのコリコリが美味しくて、はい、うんまんでした。でも冷麺は食べてくれなかった。冷麺は苦手です。酸っぱいから苦手です。酸っぱいのは苦手です。冷麺、めんめんめん。サラちゃんと味覚が合うんかな、辛いとか。うん、合うと思う、ね、この人めっちゃ辛いの好きやから。今日もさ、同じやつ頼んだよね、二、うん、人で、うんうん、でもあれ美味しかったよ、トマト。うん、サラも好きやった。本当？うん、合うね。こんばんは。明日はオンラインお話し会です。楽しみね。月に1回ずつだから。そうなの、今回寂しすぎる。喋りたいことがたまりにたまって話せるっていうか、うん、言うのいい。みんな待ってるどん、待ってるどん、忘れないでくださいよ。明日は安住とお揃いです。私は一人お揃い。え、お揃いって言うのそれ、うん、でも一人だけどちょっとなんかお揃いみたいな。そうだ、とスタロってちょっと、フラは言ってないですよ、何をするか。秘密ちゃん、秘密ちゃんです。明日のお楽しみに。お楽しみに。あずみとお揃い、明日会えるのワクワク。久々じゃない。え、そうなんよ、今ね東京で頑張っとるから舞台の稽古で。リコちゃんとかも舞台終わって帰ってきて久々、ね、アットジャムぶりワクワク。あ、そうじゃん、手紙ありがとうって直接お礼を伝えないとです、ね、そうじゃん、みんな待ってるよ。そうちゃん、イベントとか公演とかの感想を待ってます。やばい、ワンピースに焼肉飛んでる。え、やば、ソラもでもさっき落としたけど大丈夫だったかな。すぐ消え、すぐしたから。どこどこ、あ、これ何、これ知らへん、でかっ、これ知らへん、でかじみ、絶対ちゃんじゃやん、ちゃんじゃやん、これ絶対ちゃんじゃ、ちゃんじゃやん、これちゃんじゃや。私はこれ肉の、やばい、大丈夫、これちょっと店がオレンジの電球で、そうだから落ちたの気づかなかったの。携帯のさ、あのなんだっけ、懐中電灯、そうを照らして肉が焼けてるかチェックします。オレンジのやつだったからこうやってやって、うん、こうやってこのライトで焼けてますとか言っていちいち検証してしてたよね、うん、いちいち検証してました。見てください、これ私の好きな
好きな人が入ってます。じゃん、ミステミーヤ、ミステミーヤ、じゃん。マイキューさんと誰かな、これ。パーコです。自分は消した。マイちゃんの頭で消しました。なんでマイキューさんの頭に乗ってんの私でもね、こじゃないとこっちが空派になっちゃう。まいちゃんが上にしたら自分になっちゃうから。可愛いでしょ私のスマホケース。可愛いね。でももうすぐこれともバイバイだからな。見合わせやめて。まだ言ってないの。そうなの、うん。まだ言ってないの。もうこれともバイバイなんだよな。ありがとう今まで。別れの時。ありがとう。今別れの時。飛び立とう。信じて。はず若い力信じて。ちょっと音やばいって音やばいだよそれ。音やばい音やばい。あ、ミラーボール来た。やば、やば。歌ってるから。ディスコ、ディスコの曲。ディスコしてだって。ノーノー、昨日教えてもらった。どの方か。そうなの。うん、すごい X に流れてくるから。なんだ、え、でも分かるよ。そういうイベントとかでさ、他のメンバーのファンの方の名前とかを一致したりするよ。そうなんよ。おお、あなたは、あの方は誰、すごい。なんかトトロとメイちゃんの出会いみたいな感じにならない。うん、あら、トトロっていうね、だからね、あなた何々さっていうのね、なる。いつもあの、ね、グループお話し会とかの時とかなる、うんうんうん、ね、うん、ノリノリでしたよって、みたいな。めっちゃ SNS お見送りで見てますとか。え、そう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 、お見送りで顔は見てる、で SNS で名前は見てる、お、うん、一致するよねそこで。うわ、あの方やんってなる、うん、すごい。なんかしね、超有名人にお会いした気持ち。え、わかる。やばいよねあの時、うん、あの一致しただけのさ、うん、なんか脳トレになってると思う。あ、わかる、ね、わかる。IQ サプリ知ってる？ IQ サプリ。え、飲むの？なんか食べたらもやっととか知ってる？すっきりすっきり。分からへん。やばいよ。6歳さんのジェネレーションギャップ。サプリメントじゃなくて？うん。IQ サプリみたいな。マッチ棒のやつ知らない？ん？知らないらしい。ちょっと難しい。サプリか。あ、番組なんや。え、でも見たら分かんのかな。ちょっと調べてみよう。もやっとボールって調べてみて。あ、調べてくる、ね、もやっとボール。え、私まだ1歳かも1歳の時に始まって6歳の5歳ちょっとで終わっちゃったかも。1歳やばい。あ、でもなんか見たことあるような気もする。1歳やばいよ。1歳の時に放送始まったっぽい。え、東京フレンドパーク知っとる？え、聞いたことある。パーコの口からかな。うん、パーコ最近めっちゃ言う。東京フレンドパーク、待て待て、あれやりたいって言って、ショールームでも言う。パーク、え、わかるよこれ。出たでしょ。うん、わかる。え、これ知ってるよ、これ知ってる。え、それはなんでわかるの。え、これ知ってる。あいつほら2011年までだから、うん、私が8歳7歳ぐらいまでやっけ。え、これ知って、え、これわかるよ。わかる？え、これめっちゃわかるよ。え、大好き。あれ、ペタッてくっつきたいもん、それは。ね、やりたいよね。え、めっちゃやりたい、あれ。ヘキサゴンわかる？いや、それわかるよ。わかるか。うん。それわかる。でも IQ サプリ、違うのか。え、やりたいね、これ。うわー、楽しそう。ペタッて壁にくっつきたい。パジェロ知らん？パジェロ？パジェロ。え、車？これがもらえるんや。え？ダーツでピョンって当たったらこれがもらえるの。え、すごっ。ね、やばいよね。え、どこに当てたら、そのぐる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 ってこうやって回るやつあるじゃん、うんうん、STのあの抽選会みたいなやつ、で、これが出たらもらえ、いけそう、そら。え、無理だって。え、無理なの。めっちゃちっちゃい。え、いける、いける、無理だよ。うーん、キュン。そう、いや、想像できたからもうできますやばい、できますよ、そら。なんだろうな、試しちゃったりそう。なんでだよ、なんでだよ。他なんかあるかな。じゃあ知ってるバラエティ番組言って。そらはね、幸せボンビーガールが大好き。大好き、大好き、大好き。
知ってますか、幸せボンビーガール。もう悲しいですあれなくなっちゃって、ね、私沖縄とかに大好き。そうじゃんね、うん、住んだりして。100円、100均のやつと100均のコーナーと2000円で20人分の食材作るやつがもう特に大好き。じゃあ見てたよ。大好き、ギャル曽根さん大好きやもん。え、劇的ビフォーアフターの知ってるよ。大好き、うん、大好き。でも大好き。テーラララテーテーテー、なんということでしょう。わかる、めっちゃそら好きやったの。パパが見よって、そう一緒に見とった。なんかあのさ、こう昔なんかビフォーのそうボケもすごいし、アフターもすごいし、あれ大好き。家族が反応するとこ見るの好き。え、いいよね、うん、感動して。あの教室、1階が教室でとかも行くない。あ、わかるね。あとなんか家族、うん、家族全員でおばあちゃんのために坂を、玄関のそう手すりをとか。え、いいよね、うん、わかる。収納がないから収納を増やすために階段下をどうにかこうにかする。畳の部屋ができたとかね。わかる、大好き。この家も早くリフォームし。なんでここの家はダメだよ。ダメだよしたら。賃貸でした。絶対ダメだよ。いやすごい。チルルルルルン、チルルンルン、たくみが出てきた。そうじゃん。どう、建築とかできそう。え、できる。え、でもできるよ。いや、つぶりよ絶対に。ちょっと何ミリか間違って作って、うん、もう大変なことになる。私何回も確認すると思う。めっちゃ確認して、傾きとか確認して確認して傾きとかできちゃうタイプだと思う。ああ、うん、でもそれでもどうにかこうにかする。え、私あれ好き、あのさ、うん、あのまだ壁とか貼る前のさ、なんかブーってやってボワーって。あ、わかるよ、わかる。何、断熱、断熱、断熱材、断熱、膨らむやつね。そう、膨らむやつ、あれしてみたい。そのもこうやって壁にこうやってビリビリってやってボワーボーってなりたい。あれ好き、なりたいやあれやりたい、あれやりたい、あれやらしてほしい。あれすごいよね。あとさ、つなぎをさ木でやるみたいな、こうなんかこういう三角形のさ、カンカンってなんかチュッすごいよね。そう膨らむんだよね、水分で。そうボンドみたいな。そう、これの方がちゃんといいですよみたいな、崩れないですよとか、うん、あれ大好き。大好きだよね、うん、あれいいですね。いいですよ、ね、あとロフトがある家はいいですよ。あ、ロフトですね、うん、いいね、うん、いいよね。あとなんだろう、アニメとか。何アニメ、はい、アニメそんなに見てへんかったからな、そら。何、何見とった。うち Wii とかしとったよ。私 Wii したことない。嘘、 Wii しとった。お兄ちゃんと私はゲームボーイアドバンスの時代で生まれたから。こういうやつ。そう、え、持ってるよ。正方形。 あれじゃないかな、 3DS ぐらいまでかな。え、 Wii はあれだよ、 3DS よりもっと前だよ。そうなの。 Wii U だよそれ。そうなん。 Wii はめっちゃ前から。 Wii なん、おうち。 Wii やったことない、触ったこともない。嘘やん、マジ。 Wii、 Wii マジ。Wii はあれやってました、うん、結構早い。うん、結構早い、めっちゃ早い、あれ。全然なかったわ。あのだっけ、 Wii、 Wii スポーツとかやってた、テニスとか。いいの。あとお兄ちゃんがドラゴンボール好きやったから、なんていけない、なんちゃら、なんっけ、ドラゴンボールスパーキングメテオみたいなやつやってました。何それ。え、なんかね、うん、戦う。スパーキングメテオみたいな名前でした。メテオ、もう全然それも覚えてないけど、あんまりね、やってなかったんだよね。 Wii は2006年、 3DS は2011年。え、そう、そうだ。2006年と私いくつなんだろう。10歳じゃない。10歳、9歳、8歳、9歳、小3、小4とか、うん、そんなことなかったですよ。ファミコン、ファミコンもやってました。私パパがいっぱいね、ドラクエのキャセット持ってるの。ドラクエ、そう、死なぬ家全員ドラクエ好きだから、ドラクエやってました、ファミコンで。え、私にさ、いつもやってくるやつドラクエだっけ。うん、違うよ。え、スターウォーズ。あ、スターウォーズか。なんか私が、なんか私のちょっと、私がなんか顔が変な時、変な時、変顔する時、変顔する時にパちゃん、スターウォーズのキモやつ似てるって言ってくるんですよ。そしてスターウォーズキモいって調べて、なんか一発で出てくるんですよ。でもそういう顔をしてくるんですよね、うん、なんか
本当にパセってショールームで見せてないところがありすぎてやばいんですよ。今日もサラちゃんと3人で言うと、今日、うん、なんかおしとやかに、ね、そうだからめっちゃあの気使ってるわと思って。いやそんな全然気使わなかった、無心だったけど、そうなんかめちゃくちゃ知らないパセだったんですよ。一緒にいる時のパセじゃなくて、もっとなんか変な顔したり、そうするし変な発言したりして、めっちゃなんか笑ってほしくて、うん、なんか子供がやるじゃん、お母さんとかによく笑ってほしくて変な顔したり、うん、そういう気持ちで多分いつもやってるけど、今日はそうちょっと猫かも。そうだから知らなくて、だから定期的に大丈夫、気使ってない、大丈夫、うん、って言ってめっちゃ心配してくれた。そう全然気使ってなかった。そうだからそういうとこ肉バクバク食べてた。うん食べてた。そうだからね、たまにマジで家にいるときなんかあんまり変なことなんかする、いやですよ、こう行動も言動もなんかおかしくなるんですよね知らないパセが出てくる、もうそれ計らせばそれが普通なんや。だから今日のパセが知らんかったんよ。そうだよね。だから、はい、そうたまにすごい顔してくる動き。それがそのスターウォーズのなんて名前だったっけ、なんかさっきコメントジャバ、待ってジャバザジャバザハット？え違う、あれでしょ、ジャバザハ違います、それじゃない、違うよ、違う、うん違う、カタツムリみたいなやつじゃないジャバザハット、これ違うもん、これ違う、それでも似てるって言われたことある。えこれじゃない、これじゃない、私はそれ見せてくれたことあるから、えこれじゃない、見たことあるよ私。本当、えでも、うん、そのキモいやつって調べたら一発で出てくる、うん、違う、これも出てくる、これこれあこれだでもいいよ、頭がいいよな、そういう顔をしとるって思われるよ普段、これ言ったらそういう顔しとるって、うん、思われる。でも本当にしてるんです、おもろいんですよ、はい、えでも悪くない、でも似てるわ、似とるやろ、うん、歯なんか出してくるとこ、あもうそんなん言ったら分かるよ、調べたら調べたら出てくるよ、ほら慣れちゃうよ。いやこういう顔もするもん、えやばいにしてる、してるよね、なんて名前なの、え、これいいの言って、わからない、公式が、おらんかもしれん、ねとかある、いるじゃん、あこれだ、じゃあじゃあじゃあ、かわいい名前だよ、うん、ジャージャービンクスです。じゃあじゃあめっちゃね、この顔のなんか感じにしてくれるんですよね、スターウォーズ似てるんだって。スターウォーズも一緒に見てほしい。私パパの影響で結構ものを好きになることが多いんですけど、はい、そうめっちゃねそういう変顔してくれた今やったの。いやスラハは別にショールームとかでも見せとるから。そうなんだ、うん、全然残るの嫌だから、うん、昨日ショールームでなんか書いちゃった。え言ってたよ、なんか昨日のパちゃんがそれに近かったかもって。いやそれどころじゃないよね、やばい、うん、普段見たらこうなんかすごい見たけどあらちょっと出とる、えまだまだこれ 2% ぐらいねいやスターウォーズ見たことない、めっちゃ面白いから、うん、え本当にね、あなんだっけあれ剣の名前が出てこない、欲しくなるもん。サマーウォーズはある、あ似とるけど名前、よろしくお願いします、同じ、そうこれ顔してくれる、いつもさ何回見てもさ最終的なさやつ分かっとるのにさ、うん、そう嫌だよねあれね、あのウサギちゃんね、モヤモヤするよね、家族仲良くってなる、うん、まあでも大変だよね、大人の世界もいろいろと。ライトセーバー欲しくなる強い、どんな感じなの。えだけどライトセーバーで戦うのみんなが、色が違うの人によって。へえ、パーコーだったら緑だね、だ緑もあるよ、緑って選べる、選べる、ランクがある、え分からん、分からん、なんかもう持っとる、だからブーンってつけたらブーンってなって、あのダース・ベイダーは赤だった気がする。へえ、でもねダース・ベイダーがね黒色のマスクよく見る、うん、分かる、分かる、あの方は敵なんだけど、でもその方も過去にいろんなことがあったの、うん、あっ
ちょっとあれあ、そうか、繋がってたのか、はい、やっぱり私の山さん座りバレちゃった、はい、山さん座りがバレました。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとこれがああ足に当たりすぎて、はい、私もちょっとお山さん座りだった。これは、片お山さん座り、片方お山さん、お山さん座り、はい、すみません、何も見えてないですよね。見えててもあのどこからも押さないでください。あれ見た、上手のこの方は、あ、何も言わないでくださいね。分かる人に分かるよね、上手の、上手の山さんチーム、かかりの、そう、小山さん座りっていうらしいよ。小山さん座り、私は体育座り、体操座り、小学校からはそうだよ。でも保育園の時とか幼稚園の時にお山さん座りって教えていただいたから、うん、教えていただいた、そう、お山さん座りなの。そうなの。でもこの前それで論争が起きた。何で、ソラハちゃんにしか聞いたことないよ。誰がめっちゃ言われた、ファンの方に。ああ、だけどホテルでね、どっかのホテルでね、こうやってお山さん座りして配信しとったの。だからそれが見を取って、今日はお山さん座りですって言ったら、何ですかお山さん座りって言われて、あの体育座りとかですって言って、はい、みんな全然知れへんみたいな、笑われたの、笑われちまったぜ。お山さん座りって保育園の先生とかに習ったの。習ったのかな。そう、みんなに笑われた。でも確かに体育座りが多いかもしれないけど、お山さん座り、お山を作るって言われたんです、ここでね。そういう時私は言ったことある、 1,2,3、 うん、聞いたことある。ないもん、そんなの。失礼します、 1,2,3、 絶対みんなで声揃えすって言わないけんかった。え、すごいね。え、小学校、いや、中学校。すごくない、キリーズ。 1,2,3、 絶対 1,2,3 くんやろ。1が、もう1がこれみたいに決まった。まず失礼します、1で手をつく、2で座る、で3でこれ。できる、そんな早く、うん、すごいね。1,2,3やってた。やばいよね、うん、すごいね。ね、こんなことがあるんだ。なんかなかったな、特にそんな、うん、やーは、やーは言うよ、みんな言うか、うん、関西だけみたいに言われたけど、みんな言うてる。九州だけって言われたけど、みんな言うんだ。あ、じゃあ西の方だけ、うん、かな。体操体型に開け、いやー、いやー、ちょっともうちょっと、あれくない、もうちょっと、うん、キー違うよ。え、こうやってって、自分の手が、え、自分の手が相手に当たらん、プラスもうちょっと先に行くように、こうやってこうやって回ってって、もうちょっと向こうに出ようかな、こうやって向こうってなってて、前と後ろでこうやってウィーンって自分が回って、へー、相手に当たらないようにしてました。やあ、やあ、やあ、やばい、無じゃん。じゃあミオルン、今ミオルンか、ミオルンミオルンですよ、ミオルンか、はい、元気です。え、あるのかな、言う、はい、元気ですって、健康観察、朝の、はい、お腹痛いですとか言うの。え、言わない、そうそう、マジ、小学校からあるよ。ない、ない、あれさ、体調悪くても言いづらくない、言ったらもうね、うん、え、そういう目で見られる、なんで、はい、咳が出ますとか言う。あと名前順で呼ばれるの、毎日、シナノサラハさん、はい、元気ですとか、シナノサラハさん、はい、お腹が痛いですとか。え、ないかも、言うの、ないかも、ない。なんか私毎日緊張しとった、お酒やからさ、やばい、くるくる、お酒くる、はい、元気ですみたいな。元気じゃなさそうやん。はい、元気です、元気じゃなさそうじゃん。緊張してた。知らへん、初めて聞いたかもしれん。ないんや。健康観察はありました。あ、で、あの朝の会が終わった後にそれを持って行ってた、あの保健室に、みんなが、あの保健係が、うん、
でもそんななんか、はい、みんなは言わへん、かも、だから体調悪い人だけ。でもそれはそれであれやけどね、それはそれであれやけど、こっそり言う観察、ね、本当じゃん、食べ物だからね違うよ、配信始めるかと思って朝で食べようと思った。違う、食えたんで、うん、あ、違う、やっぱ配信始まるわと思って置いたじゃん、ポップコーン、ポップコーン置いてる、私がポップコーンあげたのに、で、口に入れたと思ったらね違う、もう配信始まる時間だけ、前髪切った？昨日切りました。実はでも昨日は湿気ですぐにね、もうドストレートになっちゃったのであれだったんですけど、そう、湿気でドストレートって前髪にも使うんや。え、うん、使うよドストレートって言うんや。湿気でもうすぐにまっすぐなっちゃうと思ったから、ちょっと切ったら押さなくなってやばい、でオンになってないし、まっすぐにしたら全然長いのであれなんですけど、ちょっと今日巻いちゃって結んでるかも。そう、結んでるのもあると思います、ね、あると思います。なんかあるよねこれ、うん、賛成、あ、吟じます、天心木村さん、うん、しばらく一緒にいなかったからべったりやなんて、全然しばらく一緒にいなくない、毎日います、毎日一緒に全然べったりしない、私壁にくっついてる、多分ね遠近法です、よっかかってるように見えて違います、全然遠近法です、でショールームの画角に収まるようにくっついてます、全然久々じゃないよ。今日ね可愛いとこありましたよ。今日って何、いつもあってほしいけど。いや違う違う、そういうことじゃなくて。なんでしょうか。え、なんかそのサラピと一緒にいるときは、はい、あのこうなんか3人が横に並んじゃダメじゃん。うん、後ろにいた。ねえ、こ2人が並んでもダメじゃん。で、ソラハが2人で並んでも1人になっちゃうから、こう斜めみたいな、なんていう、こうこういう感じで歩いてたんですよ。うん、トントントンみたいな、はい、時にサラピソラハパセだったんですけど、はい、右手をチョンチョンみたいなバレないようにチョンチョンってしたら、そう、多分手つなごうとしてる。違うよ、え、もう人差し指とかじゃなかったよ、ちゃんと手だったよ。違う、チョンチョンって言って触ってみただけ。え、違う違う、それが定期的にやりました。そうやって勝手に、あ、そうやって言うんだそうやって私は何もしてないみたいな言うんだ。ああ、あ、そうやってあれですよ、こうやって私が違うじゃんって言って喧嘩が始まりますからね。はい、これもう始まりますこれ私のあれに対して適当に返してくるのがもうダメです。私は喧嘩の始まりですよ。いえ、違います。明日朝早いので、もう喧嘩してる場合じゃないので、もう寝させてもらいます。おやすみなさい。全然手つなげたくてやったわけではない、本当に照れ隠しとかでもなく、全然違うの、違います、 No No No。え、喧嘩始まってる、もう、うん、してないよ眺めてる時間、そうだよ、初めて見る名前の方がいるなと思って見てるの。見とこ、料理、またハヤシライスを食べたいのですねえ。時止まってるよ。え、止まってない、みんなのコメントいいよね。それは
ファンレベルとか見よる。ファンレベルになりました。初めて初訪問みたいな。刀の見とるコメント。無の時間じゃん。ん？なんか心配になる。放送事故じゃないかと。いつも一人でって喋ってるから。なんか心配になる。自分の口大きいなと思って笑ったら。私口大きいの嫌なんですよね。歯でかいの嫌だ。私はなんか口洗った時に大きいのいいよねって言うけどでかすぎて困るよね。えいいよ。私日高のすぎてさ歯医者さんとかでさこうやって器具入れる時ここ避けるもん。えそらはもよ。やばいほんまに矯正嫌やもん。でも矯正の時避けた。口大きいと歌うまいって。では一曲お聴きください。どうぞ。歌上手くないもん。上手いよ。上手くないよ。声でかいだけです私。声でかいのいい。声でかいだけです。うん。めちゃぶりしてこないでください。こそこそ話してもでかい。何が？パチャンとか言って。そう相手に聞こえないって思っちゃうからね。相手に聞こえないって思っちゃうから、うん、大きい声にしちゃう。ちっちゃいちっちゃい中でも大きい声にしちゃう。少し好き。でも大事。声でかいと助けを求められるよ。うん。何かあった時。どういうことどういうこと。助けてって言えるし。あ自分がってことか。うん。誰かを助けれるのかと思ったこの声で。助けてるかもしれません。こんばんは。僕。ねやりたい。どうだった？ね？音程外しまくるよ。違うやってみた感想だよ。やってみた感想。でもめっちゃ緊張しとったから、うん、もう覚えてない。もう本当にやりたかったすぎる曲すぎて逆に緊張して覚えてない。だめっちゃ早足になっとった。リハーサルが早足すぎて、うん、あのやばかったから、うん、落ち着いてまだ歌おうと頑張ったけど、でもめっちゃ音程バラバラやった後からあの動画マネージャーさんに撮っていただいてたから聞いたらダメ、全然ダメだった。ストイックなのね。いや本当にダメだった。ごくごく。私も前歌った時、ああってもう自己嫌悪。ああ。だって奈々さんのところ、しかもそこのポジション奈々さんとビチさんしかやったことないらしい。あ、そうなんだ。あと PR 舞台で誰かがやったのかな。へえ。6人バージョン。奈々さん、ビチさん。スタジオがビチさんやってたのかな。うん。もうそんなんもう無理に決まってますよみたいな。もう超緊張、恥ずかしかった。しかも千穂さんの後だったからもうもう地獄って。千穂さん、千穂さんバカうまいんですもん。当たり前なんですけど、ね、だってファーストテイクのあの、うん、ね、一人で歌ってらっしゃって、ね、普通に考えてやばいですよね。しかもそれがさ流れたりするじゃん、お話し会会場とか、うん、CD に入ってるってやばいもんね。あとあのまあミュージックアプリ、音楽アプリにも入ってるのすごいよね。うん、すごいね。じゃあ違う何を飲んでいますか。おこいちゃこいちゃです。こいちゃサラピリク、あのリスペクトなんで私でか。しかも今日は1リットルの方を買いました。いつも500ミリリットルなんですけど、冷えてるね、よく。
そうコンビニで買って、うん、サラピーがねこの前お泊まりの時にね、うん、私が500のやつ持ってね、うん、サラピーリスペクトだから濃茶買ってきたっしたらこの1リットルの出されて、うん、私はこっちですって言われてまだまだですって言われたけあすごいじゃん追いついてきた。そうそうお泊りの時とかはちょっとこデカデカの1リットルのやつ買って。じゃあ今週末とか。そうだよお泊りの時とかも濃茶ですか私。いる？大丈夫。今日いっぱい焼肉屋さんでウーロン茶飲んで、ね。ウーロン茶大量。ウーロンティー飲みました。ティー。確かに2リットルとかやっぱ持ち運ぶってなったら多分1リットルが多分ちょうどいいやと。1リットル以上重たそう。うん、新幹線乗る時とかさちょっとさ、うん、悩まん？水足りるかな、うんうんうん？買いに行けないじゃん途中で。ね、悩む。悩みます。明日オンラインね。楽しみ。よろしくお願いします。朝から。よろしくお願いします。プレミアムすごい。プレミアムよろしくお願いします。9月、10月、11月、あとオンライン3回、あと3回のうちの1回が終わりました。やばいよね早っ。で12月にリアル大阪ってこと？はぁ早っ。めっちゃ早いじゃん。すごい結構生きていけないそら。うん、私はもうみんなに怒ってるから。何怒ってんの？みんなはメンバーの顔見れるのに毎日SNS とかでそらはマジで見れない。怒ってる。昨日めっちゃ怒ったそれで。早く配信始めてくださいっていつも言ってるけどみんな全然え、それはやばいよ。んみんなさ、もしうちらが見に行けれん時間に配信しとったらただなんか一人で喋ったら肩になるうちらが見に行けたらいいけど人気出るかもしれないよみんな。あうちらよりなるね。そうみんなの顔見れない、声聞けないのつらい。私マジで本当にみんなと遠距離恋愛だからマジでつらい。みんな仮の姿でこうやってキャラクターやってキュルルって言ってコメント今こうやって打ってくれて。そうだよね。ええー、何頭身カニやろ、カニやろ、ちっちゃい。空をさびし思いさしやがってこの野郎。自撮りもじゃない、みんな自撮り載せてくれ自撮り来てもちょっとあれかもだけどえ、可愛いじゃん嬉しいんだけど。おはよう。心配になるじゃん、やっぱ SNS って危ないから。うん、いろんな人に。確かにそう思う。防犯上ね、よくない。遠距離ダメですよ。超寂しいもん。だってさ、一緒じゃなくて遠距離恋愛もさ、知らぬ間にさ、その地元でさ違う人作られとったらさ分からんみたいになるやん、うん、だけどさ、空たちもさ遠距離恋愛やからさ知らないところでさ、最近さそういうドラマとか見すぎとるからさもう想像力だけたくましい。もうなんか本当に恋愛漫画だけじゃなくて、もう最近はまあそれなんかドロドロドラマ見始めたから。え、でもあれはもう終わってるやつなの。あれキリキリ、そうキリキリパズにしか言ってない。うん、違うよ、他のやつも今までいろいろさ人間関係系のドラマとか見てるからさ、そういう、うん、確かに、うん、見たいな。
またなんか見たいよ。秋ドラマ見たらいいじゃん。夏ドラマ見なかったもんね、うん、見たらよかった。悔しい。あ、昼ドラおすすめだった。なんかそう、昼ドラ、うん、昼ドラ昔あったよね、昼ドラ。でも、うん、昼ドラもいろいろあって、なんかね、平和系のやつだって。平和ってなんかもうほのぼのほのぼの系のなんかさ、あったくない畑の話みたいな。ロエ遠距離嫌だ。みんなが知らないところで知らん人作っとったらもうそんな終わりやん。みんなのことですよ。私結構他のグループにおしめを作ってるあなたのことです。私結構みんなのことマジで好きやね。めっちゃね、一人一人ダメージ食らうけん私。わかるよ。いや、スラハさんめっちゃ好きよな、絶対ファンの人のこと。え、なんかメンバーみんな好きよ、スラファンの方のこと。あのですね、こうやって言うからみんな浮気しおるんよ、そちらのファンの人。え、どういうこと？スラハに内緒でとか言ってくるもん。え、は？は？何言ってんの？何言ってんの？スラハに内緒で。何言ってらっしゃる？言って他言ってるの。最悪、誰言ってみんよ。名前言ってみ。A さん、B さん、C さん。おらへん、おらへん、その A さんとか、B さんとかおらへん。ちょっと待って、言えてみ。ちょっと待って。守秘義務。許さへんで、そんなもん。ほんまに。じゃあさ、そらはさ、めっちゃ言うやん。何々さんと何々さんと何々さんと、もう今日はいろんな方に来てくださって、もう来てくださった方とかもめっちゃ。会ったことない方の名前、今日は誰々さん来て。誰と思って、どの方だろう、顔わかんないからさ。嬉しいこととか言われたらすごい言ってしまうの、嬉しくてすぐなんか言っちゃう。どの方ってなります。そうなるけど言っちゃうの、もう今日聞いてほしくて。うん、言ってる。ほんまに好きなんやって。ほんまにマジで伝わってないかもやけど。禁止されたらしたくなる。ダメだよ、ダメだよね。いいけどね別に。あ、そこまでの女だったのかってなる。結構大変なんですね。ちょっと一言で明日は我が身。やばいよ、大丈夫かな。一言かな。そう、重いから。そらは一番分かってるでしょ。うん、激応を、ね、激重なんだから。愛の重さ選抜センターって。マジでもう重い。自分でも引くもん、怖くて。メール読んでるだけで伝わりましたって。なぜ？あなたじゃない。私？うん。愛の方が重いの？うん。嘘。なんで、全然重さないよ。何も出してない重さ。メールに？うん。そうなの？うん。じゃあどこから出してるっていうの？ショールーム？うん。とか一対一の時に言ったりとかする。あ、行かないでって。うん。ソラハ以外のとこ行かないでっていうの？いや、わかん。そんなこと、そんなこと多分言ってない。そんなこと嫌だ。嫌だっていう。でほんまにダダこねとるお話か。やばい。赤ん坊だね。嫌だ、なんで行くなとか言う。無理って。それが聞きたくて来るんじゃん。最悪。ソラハはもうママにチクるじゃん。なんでそんなことしたら。ソラハはすぐ家族に言うから。みんなに紹介、ま、あのみんなのこと紹介してるけど。やばい。あの生誕、ね、生誕のあの手紙、あ、手紙じゃないの、写真、うん、セレモニーのセレ、あの写真あるやん、うん、あれで顔写してる方が、あ、この方は〇〇さんでつって、あ、紹介しとる、うん、いや、よかったですね、うん、みんな。でもこの方、え、言ったよ、この前ショールでご実家に挨拶行くとき、この方はちょっと最近 DD ですとか言ってる。えって言われた。そうなのって。 SNS 見てたら全然大丈夫ですよと思ってたのに。 SNS 見てるのやばい。お母さん見てる。ハッシュタグそら通信とかね、検索してくれてる。
この前の教えたらなの LINE スタンプってなんかみたいな書いてきたじゃあ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 何じゃあビビビンクスみたいなやつ、うん、わあすごいわ家族総出で DD を探しているう、ね、わあ一番のファンだからねママとパパがわあボンボコ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 ボンポンポコポンポンポコポン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 シナノケースピー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 逮捕みんな逮捕かもおとなしく連行されましょうパセージを増やしていかないと仲良くしないといけないどういうことどういうこと喧嘩をほどほどにしないと最近してないよねねでこういう後に4月だから私たちえそうかそうかなそう喧嘩したくてしてるわけじゃないから私そうですさっきそうだよいや怖いですから本当に私は昔までパーコに出会うまでは、うん、世界で一番怖い人はもうシナのパパだと思ってたの私のパパだと思って本当に怖いからねマジで怖いの本当に本当に怖いんだけど今はねその妹が、まあ、生まれたりとか、うん、あの、うん、なんかやっぱ年齢重ねること優しくなっていってるのね、うん、だけど怖かったのパパが一番怖かったのねでもバス初めは全然怖い怖いと思ってなかったんだけどえ、マジで怖いの誤解なのかな、そうそう怖いっていうのなんか、その、なんていうの喧嘩した時に、うん、ちゃんともう、詰め詰めなんよだってえ、この話何回もしてるもうそれはこうなの壁に向かってしかも私何とかなのって聞いても5分ぐらい返事返ってこないんですよそうだから、返事してとか目の前にいるけどね返事してとか言ってたら怖いって言ってこうやってみんなに言いふらしてくるんですえ本当に怖いもんなんかその目線リアルだからやめえ全然リアルでそれなどうやって伝えたら、そう喧嘩してる時にね、感じうわーってなっとるやん、うん、でそれで思ったことパッて言ったらまたそれで喧嘩になっちゃうかもしれないから、はい、これどう言ったら質問をたまに忘れるの私が質問して5分後に帰ってくるからそうなんて答えようと思ってたらその根本の質問忘れてなんて言ったっけとか喧嘩中に質問なんだっけみたいな言ってきてるから、うん、そう、それで怖いって言って、うん、怖い怖くないでしょねえみんなきゃないよほら怖いのって聞いてきたじゃんうん怖いうん怖い怖くないよソラハが怒りそうって思われるんやけどね、うん、いや怒るよ、うん、めっちゃ怒れるあのなんだろうなんだろうねなんだっけだろうでもパックに私怒ったことないが嘘間違ったことしてなくないうんパックにはそんなに怒らんゴミ捨ててとかいや本当にそれはそう私のお家にいる時とかにでしかも私ゴミ箱っていうゴミ箱を作らないんですよ毎日その出すから、うん、ゴミ箱に袋入れてってしてたらあれだからもうナイロン袋を置いてるんですよ、うん、でもそれを多分見当たらなくなったらそのままにしてることとかが多いんですよね、うん、怒られるそうだからゴミ箱しててとか、うん、あとそのジャイアントコーンとかをのカスが落ちてる時があるのあれでチョコモナカジャンボかチョコモナカジャンボのモナカがそのパリパリしてるから落ちちゃったりするんですよでなんか待ってなんか
床の色じゃないやつがあるって思って、うん、コロコロしてとかって言ったりするけど、うん、そんな別にないない。アイスが原因ですね。やっぱコロコロをしてと言ってコロコロをコロコロします。コロコロするよ。えでもそのぐらいでない？うん。本当に別に怒ったりとかしない。いい子にしてるから。猫かぶってる？サノエ。え？かぶってない。かぶってない。これなんかかぶってたらやばいですよ。どうなってると思う？前歯も前歯も出してるよ。前歯も歯茎も出してるし、全部出してる前。これなんかどんだけ出るの？なんかしてよ。面白いこと。面白いことして。そしたら本当に元気になるけん。え、どう？待って待って。ねえほんま、え、でもそれは可愛い、それは可愛いよ、それは可愛い。え、ちょっともうレパートリーがないよ、いっぱいし。え、それもやばい、それいっぱいしすぎてないよ。やめてしたら判定していい。ほんとにやばいよ、ほんとに。もうこの潜るやつもさ、やりすぎて飽きたかと思うし。可愛い、おもろい、ほんまに。なんかその何もないよって 一番おもろかったかね、最悪。難しい。確かにね、何だったらいけるんだろうね。でもおもろかったよ、さっきの何もないよの時が一番おもろかった。むずいもん。いや、ほんまに面白い。クサラできないもん、そんなこと。でもちょっと面白み減った。なんかだんだんレパートリーが減ってさ、もっと初回はもっと笑ってくれたと思う。え、だから蓋した時がおもろくない？うちら寝る前が一番おもろくない？うん、ほんまに。まあ、慣れてるのはありますから、ね、だんだん笑わなくなってきたらちょっと悲しいなと思います。面白いです、とてもずっと。課題評価。課題評価？課題評価されすぎて何も一個も自分面白くないのにこんな褒めてくれるから。いや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 、その実力を見せてもらいましょうとか言ってるリネとかと戦わせられたらもう私はもう敗北だし、もう何も思わないもん。いや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 、おもろいです、めっちゃおもろい、ほんまにおもろいんですよ。なんかこの具体的な面白さ、なんていうんだろう、こう突発的な面白さ、うん、めっちゃおもろい。なんかね、あれ素早く動くのが全部面白いらしい。奥さんとか、奥さんいつも言ってるよね。沖さんとなんか誰なんか言うじゃん、いつも誰と誰が、うん、マイキューさん。いや、マイちゃんは全然だもんな。なんかそのふってなんか急に動いたりするのがツボらしい。そう、なんか優香ちゃんとか、うん、そんなさ文化系っていう感じやんか、うん、だからそんなめその妹のね、うん、なんか体力テストの時も、うん、なんかいつもボール蹴るだけなのに大変なことになったりとかしたりとかするのね、うん、でそういう人がめっちゃね全力ダッシュで走ったら、うん、びっくりして、うん、面白くなっちゃう。そうなん？そう、なんかふんとか、うん、そしたらもうえってなっちゃう。うん、いや、パセもそういうイメージがない。あ、だから面白くなっちゃう。じゃあ得だな、私は。そういうことするイメージがないからってことでさ、うん、でも今もあるんだけど、うん、もうもうすごいよ、ナンバーワン決定戦おもろい1位って感じなんだけど、うん、面白さ。でもやっぱりまだちょっと何でも面白いよ、面白いよ。今日もやばかった、焼肉屋さんで出そうでやばかった。さ、なんかその焼肉屋さん食べ放題なんで、もう定期的にポン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 私たち頼むんですよ、うん、ってなったらやっぱ店員さんも早く出さないとってことで多分慌てちゃってたのかな、うん、今までは塩タンがめっちゃ綺麗に並んでたのに、うん、塩タンがなんかあちらこっちらみたいな、こう並んでたわけじゃなくてこうなんかこういう感じになってたんですよね。でそれでやばい、塩タンが暴れとるとか言ったら急になんかそのモノマネ、そう、塩タンのモノマネをなんかもう暴れ出しちゃって、うん、暴れ出してもない、あ、なんか暴れ出しそうになったって自分で気づいて、うん、すぐ自制してたんだけど危なかった。で、サラビにバレるところやったよね、うん、このなんかやばいところがめっちゃおもろかった。なんかそういうのがあるでしょ、うん、あと何でも言葉にするもうやめて。例え話とかでしょ。え、そう なんてなんどんなことなんだろうね、うん、なんかむずいよね。むずいけど私がもうそれ言葉にせんでいいってって言ってるのに
ごめんとか、ね、そうそうごめんって言ってまた何分後かに言葉にするなんか難しいんだけど説明がめちゃくちゃおもろいです。本当に一番面白いと思って嬉しい光栄です。逆にそのパセが面白いっていうことに対して笑えないんだよね、パセが強すぎて。だけど多分自分と同じ人がいたらめっちゃおもろくて笑ってもらうと思う、自分を見てないから、うん、あれなんよね、自分見たらもう他は笑えなくなると思う。パセもなマジでナンバーワンやけナンバーワン決定戦、うん、嬉しい。だからパセの行動とか言動を見よるから、うん、他のじゃ笑えなくなっちゃった。じゃあ笑顔にするね、いっぱいこれから、うん、してもうよろしく。めちゃくちゃに面白い、本当に面白い、新しい初めての感じです。すごいね、そんな褒めてもらえるんや、うん、昨日もねデートークでもうね、うん、こんな褒められるかってぐらい褒められたけど今日もこんな褒められて、うん、もうとっても嬉しい、うん、明日もいっぱいお話し会で褒めてもらっちゃおう。いいね、うん、褒められると伸びてこ、それは笑顔、笑顔で、うん、笑顔大事。似合い、カーチ、うん、でもこれ見せて卵焼きってわかるからね、ね、わかるかな、なんでしょうって聞いてみてよ、なんでしょう、バラン、いいじゃん、眉毛みたいで、ね、上すぎやろそりゃ上すぎ。これ眉毛だったら、あ、形容知ってる方はわかるか、眉毛、うん、なんかたくあんみたいな眉毛の子がいるのね、うん、見たことあるかも。あ、ほんと、うん、アニメ見たことないけど、キャラクターウギちゃん、キーボードの子なんだけどね、うん、あの髪色がちょっと金髪っていう感じなんだけど、その子の眉毛がめっちゃたくあんの形なのね、うん、でね、たくあんの形じゃない、え、こういう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 やつ、こういう、あー、ハイエンみたい、そうそうみたいな感じで、うん、私の眉毛はたくあんでできてるのみたいな、どうぞみたいなっていうのが、うん、その漫画のなんか番外編じゃないけど、うん、裏表紙っていうかなんていうの、一コマみたいなとか書いてたりするのね。へえ、ほんまに慶應も見てほしい。わかった、慶應もパパの影響なんだけど、うん、慶應マジで可愛い、あといい曲なの、なんかいつも友達、あ、歌ってる、歌ってるよね、天使に触れたよがマジで、空空が卒業するとき歌うねあれは卒業生の4人が残っちゃう一人の後輩に向けての曲なんだけど、じゃあ私歌ってくれるの、うん、歌う、わかった、めっちゃイケン天使に触れて、わかったよ、うわ見たくなってきた、歌ってよね、眉毛、空の眉毛はこっちに傷があるからもう生えてこないんですよ。私も生えてこない、傷はないけど、ちっちゃい頃にテレビ台でぶつけたらしい、全然知らんないけど、ね、痛いよ、知らん時やけん、あれやけど記憶にない、うん、記憶に全くない、眉、これなんかのペンライトカラーだったらなんかちゃんだ、あーあら、あそこにいらっしゃる変な人だった、獣のソージャ知ってる？それハマってたやつ、小学生ぐらいの時、獣のソージャ、エリンかな、ソウジャ、これか、うん、に一時期ハマってた、見たことある、え、イラストってか、なんでか、この NHK でやってたんや、絵が見たことある、これは、え、見たことある、なんか道徳の時間で見た気がする、マジ、え、でも道徳系かもしれない、え、なんか見たことある気がする、え、道徳系なのかな、え、違うのかな、なんかな、生活かなんかで見たことある気がする、これを見てた、え、なんか見たことある、結構つらい、つらいよ、あ、いろんなパターンがあるの、アニメもあるし、漫画、いろ、絵本見たことあります、あります、ガンコちゃん、どんどんずずんどん、ガンコちゃん、ストレッチマン体操。
伸びる伸びるストップ、何だそれ、やばいビビったな、やばいやばい、暑い暑いの、暑いこれじゃない、え、そうなんだよ、さっきもね見てください、今日も安心してください、袖はありますが中は袖ないので、そうなんです、これさすがにこれ脱ぎで出歩いたらやばいと思って出歩かなくて、うん、キャミワンピです、いやこれに麦わら帽子とか絶対良くない、うん、可愛い、ちなみにですか、これは本当は、ちなみにですがやばい、あ、やばい、もう手だ本当はここにもう一個この紐がもう一個下にあったんですけど、はい、ちぎれました、なんかわからない、どうしてですか、わからないんですけど、くくろうとしたらちぎれて、うん、反対側にあの三つ目が、三つ目っていうかリボンができちゃって、うん、そうちぎれちゃいました、だからもしかしたらこれもちぎれちゃうかも、私の握力のせいで、握力やばいです、やばいよね、ほら穴開いてるんです、ここほら紐がきちぎれちゃって穴開きました、穴悲しい、穴可愛い、これね、可愛いよね、水色でとっても可愛い、色味も合わせていいですね、いいです、これはお花の花びらです、はい、ネックレスつけたい、ネックレス確かにね、大きめのネックレスはいっそ、ちっちゃくてもあるけど、確かに夏ってなんか大きめネックレスって感じするね、でシルバーでね、うん、冬はどんなコーデにしよっかな、ね、アウターどうしよう、あ、うち去年は白いダウンジャケット着てチョコレートで汚しまくってしまった、私はファンデーションで汚しまくって、クリーニング出したんですけど、はい、また汚しちゃって、はい、プラスポケットをなんかいつの間にか破壊しちゃってて、うん、ポケットに、お茶とかを入れすぎてて、いつの間にかポケットの布縫い目が破れちゃってて、ポケットが外れてて、さよならします、なりました、クリーニング出したんですけどね、ダメでした、ダメでした、ダメでした、そう今日のお洋服はあのお休みコーデなんですよね、このワンピースもお休み、上のやつも半額になってた、かわいい、お安いコーデです、今日かわいい、何？今日はなんかしっとりな、しっとりな配信です。そんなことないよ。嘘。うちらギャーギャー笑っとったって。嘘。ほんまよ。すごく落ち着いた配信だと思ってた。嘘。うん。結構ギャーギャー。私こんなショールームでさ、無言の時間とかがあることがないけど、ちょっとさ、うん、あの今日落ち着いてまったりな配信だわと思ってたよ。え？違った？ギャーギャーしとるよ。眠いやろ絶対に、バレた、うん、私昨日がもうダメだった、じゃあお肉いっぱい食べてしまった、うん、私も昨日どっか見とったのか、何喋ったか覚えてない、で気づいたらベッドに寝とったで起きて2時だった、やばすぎびっくりした、やば、よかったね、うん、起きれて、うん、朝起きただけで絶望じゃないんだって、うん、やばい、マジで昨日帰ってきてから長めに配信したいなって思っとったけど、うん、もうなんか無理だった、ダメで、うん、ダメだった、そう30分ぐらい夜して、うん、ちょっと眠たいんでって言って、うん、配信終わった後からの記憶がなくて、うん、ああ恐ろしいわ、で気づいたらベッドで寝てて、起きたら夜やばかったの、うん、風とか窓やばかった、ガガガガガガン、ね、そうで起きたら、うん、ゴランゴランみたいな感じで、えっ？って思って、うん、昨日日付回る前ぐらいやばかったから、ナイトクルージング被らなくてよかったと思った、え、そうなんよね、うん、そうなの、ね、2時間、3時間ぐらいさ、時間違ったらもう大変だった、うん、無事に終わってよかったって思ってびっくりした、うん、皆さんもお気をつけてお過ごしください、うん、風すごかった、雨風、胃もたれしないかちょっと怖い、今あるよ薬、
私もある。なんか食べ過ぎた時のやつみたいな。この前どっかで買った胃薬ユニバース。あー買ってたね。ユニバ行きたい。ユニバ。ユニバ。いつも怖い。何が？あ、それ大阪ライブは聞いたことないよ。いつもコラボだよね。ってなるから。いつもコラボの。目つぶっとるからさ。もったいないよ。曲で覚えとる。曲で、やばい、もうすぐ落ちる。落ちた瞬間目開ける。絶対コラボの聞いた方がいいよ。そう。マジ楽しいから。コナンのやつはあるよ。コナンのやつもあるし、鬼滅もあるし、うん、多分鬼滅聞いてないでしょ。聞いてないかも。でしょ。うん。鬼滅も、何パターンかあったはずだよ。うちらのいた間に。コナン2パターンやった。だから1回目パターンのが好きやった、うん、右だー。でも全部教えてくれるやつ。ああって、ね、全部教えてくれ。うわ、来月ユニバ行くのいいな。ソラハも年パス買ったからいつでも行けちゃいます。更新しちゃった。私は10月まで3回更新しちゃった。やばいよね、さすがに。大好きすぎユニバならお任せよ。今回はアドのコラボでした。あのゾンビが踊ってるやつだ。そう、ゾンビは無理ですけど。ゾンビ怖かったの、うん、去年のが怖かった。なんかね、なんか嘘みたいなゾンビやったよね。なんか、うん、あとなんかヒーローがおったよね、うん、今回。なんかかっけえヒーロー、白い、白と青の、うん、瀬戸内みたいな人がいました。守るみたいな。そう、銃持って、なんか近寄っちゃダメです、近寄ったらウイルスにさっきなんか、うん、呪われます、呪われますみたいな言ってる人がいて、呪われるで済むんやと思った、ね、だから去年はおらんかった。去年はチェーンソーを持ってる人で、でもね、うん、多分場所によって違うと思うけど、うん、エリアでね、うん、ハミクも見たことない。ね、まだ見てないよね。いいよ、ユニバ。で、私夢の国行きたい。行ったことないでしょ。行ったことない、マッチでないの。みんなにびっくりされる。絶対に嘘って言われるけど、ね、絶対に本当なんです。行ったことあるけど家族とでしかないっけん、うん、そういういろいろ回ったりとかはない。うん、1個しか乗り物乗ったことないレベルだから。なんかさ、全部分かってる人すごくない？この時間はここが空いてるとかさ、うん、パレードはこうやって撮るとかさ、分かんない。マジで夢の国行きたい。行ってみたい。そらまだなんかあのあんとか食べて、あリザルリーメンのマンみたいな、めん、みゃん、みゃん、みゃん、猫。あとチュルロス食べたい。うん、浮き輪マンとかねえ、ハーキーレッグみたいなやばいよね。もうやばいね。5泊6日ぐらいで行きたい。やば、 2日ずつ、あ、3日ずつで、うん、あの海の方と城の方行きたい。海の方と城の方と、おー行きたい。なんか制服、うん、夢の国みたいなやつしたい。夢の国、そう、憧れないよね。ルーズソックスとか履いて行きたい。楽しそう。えらい楽しそうじゃない。あとなんかさ、こう棒にさ、なんか風船ついてるやつ持ったりとか、風船持ったりとかして、うん、なんか行きたい。なんか JK みたいなことしたいです。すっごい憧れ。カチューシャとか、うん、私何でもかんでも憧れちゃうんですよね。うん、いいじゃん。そう、なんかみんなでオールとか憧れる。かっこよくない？なんかみんなでオール、朝マック行く、そしてみたいな。朝マック、めっちゃかっこよくない？うん、かっこよくない？みんなで夜誰かんち集まってなんかしゃべったりゲームしたり映画見たり、うん、ポップコーン食べて お菓子食べてみたいな、うん、とかした後に、うん、もう朝マックの時間じゃ、朝マック行こうよって言って朝マック行って、うん、めっちゃかっこよくない？で、いや、帰ってきて寝て起きてみたいな、うん、かっこよくない？そうかな。めっちゃすごい。めっちゃ早寝早起きの方が憧れるよ、私は。9時に寝て5時に起きる人とか、なんかかっこよくない？やっぱそれはかっこいいけど、できるやん、うちらも。でもさ、うん、オールってなかなかできなくない？オールして朝マック行こうってならんくない？うん、でもさ、かっこくない？9時に寝て5時に起きても朝マック行けるよ。それじゃダメだ。それじゃダメなんよ。朝マックだから、みんなでこう夜を共にしてなんか、うん、イエーイみたいな、映画見たりとか、なんかしてみたい。疲れちゃうよ。それはなんか仲いい人とかだったら疲れんよ。まあそうね、うん、
え、めっちゃかっこよくない？それめっちゃ憧れないけど、そういうやつしたことがなくて、うん、やってみたい、経験としてやってみたい、マジでやりたい。なんかさ、よくあるじゃん、なんか、うん、カラオケ朝までぶっ通しみたいな、うん、なんかこの前うなちゃんのブログ見た？え、見てない。書いてたよ。嘘やん、うん、マジ、うん、やっとったんそれ、うん、マジかっけえ。やってた。え、すごいけど、ゆうなは寝ちゃいましたみたいな書いてた。え、すごい、はい、え、だけどそらは12時以降にその外に出るっていうのがないから、うん、もう絶対10時までにお家帰っとかないと怖い人だから、うん、け無理なの。え、だからやったことがないけど、それ朝までカラオケ。でも夜行バスもそんなんじゃない？違う、夜行バスはもうさ 10時11時ぐらいにはさ消灯で寝る、消灯で寝るじゃん、うん、やけん、ね、違うか、意味違うんよ。やけんなんかそういうのやってみたい。え、マジで憧れ。え、オールしたことはあるけど、5時に配信してまた寝る、そっから寝ます。え、そう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 、だから本当のオールじゃない。ない、勝手にオールになってたみたいな、うん、なんかよしオールしよう、イエーイとかじゃない、はい、え、やってみたい。なんかほんまに喧嘩して、喧嘩しての会議これとか悪かったですごめんなさいとかしたら、いつの間にか朝だからもう4時だわ、もう1時間起きて朝配信しようみたいな感じで、うん、とかはあるけど、その後すぐ寝るから。え、だけやってみたい、すごい憧れなの。憧れないよ、めっちゃ憧れない。叶えてあげたくなっちゃう、そんな、なんか言われたら。それでさ、そらはそのなんて言うんだろう、打ち上げっていう打ち上げもやったことがないから、うん、かっこいいんだよね。ファンの方が今日は忘年会行ってきました、うん、でそれで何次会まで行ってきましたみたいな。え、何次会って何って思って、だってやっぱ違うわ、なんか MBTA で人を判断するのは違うかもけど、やっぱ違うんかもしれん。私はあの ST 入る前の就職とかもそういう飲み会とかがないとこ選んで入ったもん。え、違う違う、その飲み会がやりたいんじゃなくて、うん、その飲み会ってその私何次会何次会っていうのが、うん、え、そのなんか審査みたいな、うちらさ一次審査二次審査みたいな、うん、だけどそういう感じでなんか選ばれていく人なんかと思ってたら、うん、その元気な人たちがどんどん残っていって、選ばれし、 それもやっぱ選ばれしちゃったけど、え、めっちゃすげえかっこいいと思って、やったことがないから、うん、経験したことがないから、うん、中学生の時に入って何も経験をしてないから、憧れないよ、すごいほんまにめっちゃすごいなって思う。世の中にいろんな人あると思って、あるいるやなと思って、すごいと思って、めっちゃ憧れ憧れちゃダメ、あ、よくない憧れ、うん、マジ、じゃあ憧れ止めとこ、うん、マジで本当にすごくない。え、めっちゃ初めてこういう人と出会った。え、どういうこと、なんかアホアホ。いや、そういう見方したら人生楽しくなりそうだから、私もさ、うん、今後の人生でさ、うん、あったら、え、そう、新しい審査に選ばれたんだと思えばいいよ。違う、選ばれたと思う、選ばれたんだ、うん、選ばれし者だよ。その何次会までならぬのよ、本当にマジでね、憧れないよ。え、そのさ、そのなんて言うんだろう、あんまり良くないかもしれないけど、うん、お酒とかもほんまに飲まないんですよ ねうちらマジで飲まなくてね、本当に飲まない、ビビると思うけど、マジで親戚とかにも聞かれるの、うん、え、お酒飲まんのって言うときは飲まない、本当に飲まないんですよ、うん、真っ赤っかになるし良くないから、うん、だからこう夜にそのなんかバーみたいな、うん、え、すごい、何言い方やめて、え、バーみたいな、なんか夜の、うん、バーみたいな、うん、もうマジで行ったことないの、ね、ドラマの世界でしか見たことがないから存在しないと思って、そうだけあるのかめっちゃ、うん、不安、なんか、ね、カウンター何なりお願いしますみたいな、え、すげえみたいな、もう私もうドラマとか漫画とか、からんからもうそういう世界やから、うん、かっけーってなる、行ったことないから、すげえよね、バーバーすごいよね、いつものでとか、一本満足みたいな、え、何一本満足バーの CM、 あ、そういうことバーなんかいつものでとか言ってみたいもん、かっこよくない、すごいよね、なんかもう憧れがいっぱいある、そういうのに、うん、何接してきてない人だから、うん、え、分かる、私もなんかすごいなって思う、ね、もうドラマの世界って感じ。 でもそういうところで恋愛に発展するんですよ、恋愛って大体そうなんですよ、やばい、うん、始まった、また恋愛はね、すぐ恋愛ドラマ、だいたいお仕事の疲れで、うん、なんかそういうバーとかで飲んでて、え、みたいな、いっぱい話聞いてもらって心許して、でいつの間にかそうみたいな、ソロハゲ劇場です、始まったじゃないですよ、ありますから、あの漫画とかで本当によくありますからね、もうとてもいいですよ、いいですよ本当に、あの
そんなおしゃれじゃないらしい飲み会。あ、そうなんだ、うん、え、嘘してないの。もっとあれなんじゃない、割り勘に厳しいんじゃない。あ、ちゃんと誰々さんちゃんと払ってください。え、誰々さんちょっと多かったですよね、ということでちょっとあるかな。いっぱい食べてますよね。いっぱい食べてましたよね、みたいな。でけん、食べ放題がいいんじゃない、うん、食べ放題が。めっちゃ憧れなんよ、そういうの、全てなんか憧れ。そうなんや、うん、なんか私はもう別の世界のものと思ってる。あ、別の世界すぎて憧れ。でも一生ないんだろうなみたいな。うん、あ、何が憧れ。なんかドラマとかさ、そういうのであるじゃない、うん、役として。あ、なるほどね、うん、あとなんだろうな、あの憧れ、私何に憧れとるやろ。前髪薄い人。違うわ。違う、それじゃない、そういうのじゃなくて、なんかそういうやこと。しないよ。何に憧れとるの。してみたいことがいっぱいあるんですよ、うん、してみたいんや。え、なんかそれこそ、うん、あの TikTok を見てたら、その1日 Vlog みたいな撮ってる方いるんですよ。それ昨日私話したし。嘘や、マジ。え、でもちょっと違うと思う。嘘、あれでしょ、散財みたいなやつでしょ。あ、違う、あのなんかサウナとかに行く人。あ、でもそれそんな感じやけど、なんかそういうの Vlog とか見よったら、なんかあのちょっとカップル Vlog とかが多いんですよね、うん、なんかおしゃれなディナーに行ったりとか、うん、そうさ、さっきからさ、バーとかさ、ディナーとかさ。え、ディナーはあんまカタカナじゃないやん、英語が多いじゃん。、うん、ちゃんとディナー、はい、発音してる時、正式にディナーとかあったりとかして、うん、本当にすごい、そういうのマジでないから、うん、すごいなってなる。あとなんか海に行ってさ、うん、あのなんかするみたいな。なんかって何してる。え、なんかおしゃれ、なんかね、トンネル掘る。なんでね。え、なんか私そういうのがいい。ね、あのさ、私やりたいのはさ、穴に塩振りかけてさ、出てきたやつ捕まえたりとか、うん、潮干狩りとかしたい。あー、やってみたい。なんか一回やったことある気がする、パパとお兄ちゃんと。そういうのが私、あ、海でやりたいこと。そういうこと、うん、え、それはだけど、そのカップルの人らがやってるのは、うん、板をまず用意するんですよね。板で自分の手にボンドをつけるんですよ、うん、で、お互いが左手とか右手とかポンポンって板にボンドをつける。で、砂浜の砂をサラサラサラってかけて落としたら、その手形の砂があるとか、なんかそういうなんかやってみたい。なんかそういう、そう、作る系やってみたい。どのやろな。ね、この差やばい。やばい、うん、違う、私が多分幼稚なんだと思う。え、あとなんかあの空のね、うちらのダンスの先生のなんか SNS を見たら、なんかお互いの絵の具をここに塗って、そう、 T シャツ、例えばこうやって真っ白の T シャツを着ます。で、空がピンク色のペンキをここに塗ります。だから後ろからこうやってギュッてして手形の T シャツを作るみたいな、なんかそういうのも作ってみたい。作ってみたい。思い出を私形に残したすぎる人やから。だから例えば旅行行ったら、なんかあのなんちゃら体験とかしてめっちゃしてみたい、うん、形に残して思い出を、なんかそういうのしたい。でもパセは全然そんなんじゃないんですよ、うん、私は潮干狩りとかしたい。私が一緒にペアリング作ろうよって言っても嫌だって言われる。嫌だって言ったの。え、なんかえみたいな、えみたいなの言われる。しないもんだった私。確かにね、アクセサリー確かにしないけど、ネックレスぐらい、イヤリングたまに。やってみたい、やってみたいことがいっぱいある。憧れです、とても。だから生誕 T 手形だったのか、やばい。あんなこんな真っ赤っかな手形。そうですよ、20歳の手形を残してきた。どうしても、うん、実物の手の大きさですから。あれ、じゃあこうやって合わせたら分かるんだ。そう、分かる。だから私は結構手でかいんだよね。あれ、これ縮小されてないの、あのまま。うん、そうなんだと思う。比べてみない。え、ま、実物にしてくださいって言った。そうなん、あの指紋とかはなんか難か、うん、ダメだけどって言われて、うん、手の大きさはみんなと比べれるようにしたいから、そのままにしてくださいって言った。私何回もやり直したもん、あれね。覚えてるよ、本当に。いっぱいなんか習字の道具並べてた。ね、
手形のサイズは一緒な気がする、全部一緒にしてくださいって言ってくる。そうなんだ、思い出を残したいです、形にちゃんと。私はさ、なんか貝殻とか拾ったりして、したいしたい。だからそれもさ、拾ってさ何か作ったりとか。潮干狩りは、潮干狩りもいいじゃん。いい、うん、砂持って帰ろうよ、いいのかなとか。ダメじゃない、いいのかな。 OK、沖縄に行って、あの沖縄の砂って、橋の砂ってあるけん、あれ買って帰るみたいな。よくない、海。私が叶えれるやつ叶えるよ、できるか分かんないけど、叶えれるのがあるか分かんないけど、なんだろう、アイスいっぱい食べたい。え、それいつもしてるよ。叶えるとかなの、え、ま、え、エブリデイじゃない、それ。寿命が来るまでアイスにとか、そういうさ、アイスにかけるお金を惜しまずに生きていける生活をみたいな。いいよ、じゃあお金がなくなったらソラハに頼りな。アイスあげる。アイスだけ。アイスあげるね。アイスくれるか。うん、アイスあげる。他は、他はなんだろう、なんかしたいことみたいな。したいこと、京都行ってみたいな、うん、行こうよって。私はね、科捜研の女のロケ地巡りがしたくて。うんうん、そっちも科捜研の女、今シーズン10なんとか結構あるんだけど、全部見てもらうってことは可能かな。どういうこと？ここ何十年ぐらい、十何年とかシリーズが続いてんだけどさ、聖地巡礼。聖地巡礼で写真撮ったり。あ、本当？写真撮ったり、写真撮ったり。あ、本当？写真撮ったりよ。その見るのは時間がかかっちゃうから、うん、あのもうおばあちゃんとかになってもいいんやったらいいよ、全然。シーズン中見るよ。多分それまでの間に多分もっと増えてるの、ね、うん、きっとどんどん増えていくと思うけど。なんかある？いや、だけど言ったやつ、そういうやつがやりたい。分かった。なんか思い出を形に残す系がやりたい。なんかでもずっとやってる。朝マックね。朝マックもしたい。でもこれはでもずっと言ってるけど、ね、オールとかじゃなくて頑張って早起きして、うちらは早起きしてベーグル屋に行こうっていう話もしてる、うん、してるし、いっぱいいろいろしてるんですけど、うん、あ、鴨川行きたい。鴨川、鴨川、うん、鴨川に行きたい。鴨川、鴨川を歩く。天の橋だって。あ、覚えてる、落語のね、うん、天の橋だって落語で出てきたやつ、うん、小猫ちゃん、いろいろ行きたい。そう、シーワールド思い出したけど、あの須磨行こうね、マジで行こうね。四国水族館も行くの、うん、なんかその須磨シーワールドに家族で行ったんですよ、そのできてすぐぐらい、できてすぐっていうか、まあ、ぐらいに行ったんですけど、もうねすごかったんですよ。すごいね、絶対に一緒に行こうねって言ったもんね、うん、悔しいみたいな。悔しいから絶対に一緒に行こうって言って、私はあ、水族館一緒に行きたいの。私ずっと行ってるくない？水族館すっごい大好きなんですよ。水族館行ったことあるかな？ないよね、宮島もないよね。な、2人ではない。一緒にいたけど楽屋で待機だったもんね、うん、2人で行ったことないの？ないのね。うん、ないのね。でも結構水族館行ってるんですよ、家族がみんな好きだから水族館、じゃあ一緒行こう。だけど四国水族館は行ったことないから行きたいの。うん、めっちゃ行きたい。京都水族館行ったよ。宮島水族館行ったの？宮島水行ってない。あ、行かなかったの、うん、もう食べ、あのマネージャーさん食べるの大好きだから食べて終わった。マネージャーさんと、マネージャーさんと宮島行ったんですけど、この前あのもうわんぱくマネージャーさんに。わんぱくなんや、うん、もうね、もう閉まりよったよね、5時ぐらいになったらさ、やっぱどこの店もだよね、うん、え、待って、牡蠣最後に食べたいって言われて、あ、いいですよ、え、しのさんも食べますかって言われて、あ、え、じゃあどこかなって言ってて、うん、そう姉妹だね、うん、マネージャーさん面白い。え、本当に水族館行きたいです。結構行ったことあります。京都も行ったことあるし、名古屋も行ったことあるし、大阪、あ、でもし大阪行ったことある。え、でもね、あの品川行ってないんですよ。シャチ品川まだ行ったことない。品川この前行こうとしたよね。うん、行こうとした。閉まってた。渋池袋、
池袋のところ行こうとしたんだけど、うん、無理だった。名古屋市、名古屋港、え、名古屋水族館行きましたよ私。あのね、え、名古屋港水族館ってさ、え、違うところ、あれ名古屋、あかりんさんがさ電話で問い合わせしたところ、あ、もしかして、あのなんかあれはみたいな、なんか、うん、なんか SNS 回ってきたわ、カメだっけ、なんかなんかね、うん、あれあかりんさんいたところかな。そう、水族館めっちゃ好きなんですよ。シャチがいるところ多分行ってないの、私品川なんですよね。シャチ、シャチ、ラッコ見たい、ラッコ、え、そらはパセが、うん、あのカワウソを見ているところのパセを撮りたい。で、カワウソがこっち向いた瞬間パセも、カワウソって水族館、え、いるよ、え、だって宮島水族館いるの、あ、カワウソいる、うん、え、本当にもう似とるんやって、本当に。そう、ラッコ今ね、そうなの、どんどんね、ラッコさんも見たい、ね、ラッコさんも似てるよ、本当、パセ、うん、撮る、鹿児島で昔見たことあるけどね。鹿児島行っちゃったみたいな。え、修学旅行で行った。あ、そうなんだ。いいな、修学旅行っていうものに行ったことない。ね、ラッコ、チュラ海行ってみたい。チュラ海本当は行ける予定だったのにね。中学校の兵庫県の時ね。うん、でも兵庫県の修学旅行も、うん、あの広島の修学旅行も重ならんくって、中学の。そう。広島やったらあの夢の国だったらしい。あら。でも逆にこっち来た時にはもう終わってたの。あー、タイミングがね。そう、向こう表現はこっちに来る、来た後、中3の春とかだったの。いや、どこ行けなかった。あら、チュラ海、お兄ちゃんがあの沖縄であのそれこそ星の砂買ってきてくれた。チュラ海水族館、鳥羽水族館行ったことあるよ、うん、車で行きました、パパと家族で、みんなで。ラッコ見た？え、どうだっただろう。なんかラッコよりもなんかね、めちゃくちゃなんか、ふーちゃんのラッコにして、じゃあここの中に入れてる、はい、そう、カワウソにそっくりなんです、パーコが。え、本当に似てる。言ったことないよ、スタローにしか言ったことない。え、マジで似てるの、本当に似てる。え、めっちゃ似てる。フィルターかかりまくるよ。どういうフィルター？美化された、可愛く美化された。めっちゃ可愛いの、あのカワウソってね、カワウソが、うん、でもそれにめっちゃ似てるのってことはだよ、可愛いってことだよ。ありがとうございます。めっちゃ似てるの。ペンギン水族館があるよ、長崎。ペンギンさんいるの？うん、ペンギン水族館、ペンギンさんがいっぱいいるの、多分。近くにケーキ屋さんがあって、ペンギンの形のケーキがあるって、うん、すごいね、楽しそうだよね。チュラ海も行ってみたい、沖縄行ってみたいね。沖縄行きたいな、ペンギン水族館。沖縄、広島からより福岡からの方が便多いのかな。確かにね、難しいよね、どのさ広島行き方が安いんだろう、ね、うわー、旅行したくなってきた。八景島シーパラダイス、え、待って、八景島シーパラダイスって、それはあの恋愛映画とかによく出てくるやつ、よく出てくるやつ、やっぱり見たことあるくない、え、ね、八景島、え、なんかかな、え、あれ品川？違う違う、横浜？あれ違うか、なんか映画出てきた、あれじゃない、広い四角とか、違うかな、違うな、広い四角じゃないの、うん、私が見てるそういう系映画って少ないから、あれ横浜だよ、え、この何のロケ地？八景島、ほら横浜、横須賀、横須賀、横須賀ねえ、絶対のなんかロケ地だよ、絶対ロケ地だね、絶対ロケ地、聞いたことあるもん、うん、聞いたことある、八景島シーパラダイス、あれかな、最近見たやつ、この世界から声が聞けたなら違うかな、え、絶対に声のモヤモヤする、八景島シーパラダイスは、え、近所なの、やば、えすごっ、じゃあもしかしたら遭遇してるんじゃないですか、映画撮影のオフショーに、わ、え、絶対に恋愛映画になりますよ、恋愛映画も、ほら、今夜世界からこの声が消えても、でも私見たことない、え、見たよ、あ、うわ、違うわ、広島の友達見に行った、私見てないこれ、違う、私が見たのとは違う、なんで知ってんだろう、そう、発見しましたあれかな、なんかヒルナンデスとかのそういうロケで見たことあるんかな、私は、え、昼中の流星は違うか、今夜世界からこの声が消えても、そう、
それ友達と見に行ったんです。なんだろう、聞いたことある、有名だから。ちょっと調べよう調べるよ、うん、八景島シーパラダイス映画でもドラマかもしれない。ロケ地、うん、今コナンって出てきたかな。ほらやっぱそうなんだ、だってめっちゃね、なんか、うん、見てないわ私。いい時はする。ほら昼中の流星、昼中の流星、長野めいちゃん漫画見てた。長野めいちゃん、ここはここは、昼中の流星かな、見た気がするな。映画館では見てないけど、私初めて見た映画館、あ、アマプラかなんかで見たのかな。ライアーライアーもらしい。ライアーライアー見てないな私。いや見たな。どっち？見た。ちょっと嘘ついた。あ、見た見た見た。そのあのやっぱあの有名な一番大きなところ。なんだろう私。なんだろう見て。気になる気。刑事ドラマとか？ああ。私刑事ドラマしか見んから、恋愛系あんま見んから。刑事ドラマ系。朝顔、あ、お母さん見とったかもしれない。観察医。朝顔。それかもしれない。へえ。ライアーライアーもあれ見た気がする。ノブタプロデュース。ノブタプロデュース。なんか私が小学生ぐらいの時にさ、クラスのイケイケな子たちがめっちゃ見てた。でも私そういうのさ、なんかよく分かってなくてさ。ノブタプロデュース、え、なんだっけ、なんか決め台詞みたいなのありますよね、ノブタプロデュース。ノブタをプロデュース、うん、聞いたことあるかもしれない。あ、なんか聞いたことある。やんちゃなの、うん、なんかクラスのイケイケの女子たちがめっちゃ見とった。へえ。私は出遅れて何も分かんなくて話についていけなかった記憶がある。あ、のぶたパワー注入、それだ。かわいい、かわいいです、それです、それです。めっちゃ学校でも学童でも流行ってた。私はもうはーい。へえ。行きたいな、いろいろ行きたい。水族館大好き。ソラハね、うん、水族館でね、うん、コブダイに似てるの。だコブダイに似てるって言われてたの。え、誰に？家族に？家族に。でも本当にそうなの。本当にそうなんだ。そうだったの。本当そうなんだ。今はちょっとマシになったんだけどね、うん、コブダイってわかりますか？わからない方ちょっと見ていただきたいんですけど、コブダイ似てるって言われてて。似てないよ全然。え、横顔だよ本当に。これ似てたから。私あのなんか昔はもうちょっと顔にお肉がなくて、うん、こうしゃくれプラス顎が出てたんですよね、うん、だから横顔もいた時にその自分でも似てるなと思って。そおでこは似てないんですよ。そ口元、口も本当に私ね気付いたらこうなってんの。あえだってんので、昔はもっとシュッとしとったし、それでコブダイを見つけると、はい、あ、ソラハだって言われてました。だけソラハも仲間だと思ってました、コブダイ。仲間だと思ってたんだ。うん、え、本当にちょっと、え、そう、コブダイ。え、コブダイ食べれるの？え、そうなんだ。え、本当だね。コブダイって食べるんだ。食べることができるんだ。へー、ベラか、うん。私本当にね、口が、あ、でも良くないらしい、あまり。そう、コブダイに似てるって水族館で。いろんなところに行きたいです。それはおじさんに、おじさんっていう魚いるよね。修学旅行で見つけてデジカメで撮った思い出がある。うわデジカメいい、ね、あの時のデジカメをさ撮っとけばよかった。今流行ってるもんね。ね、デジカメ、デジカメブームよ今。買いたくても全然売ってないんだから。そう、兵庫県にめっ
ちゃいいデジカメがあったのね、もうシルバーでキャノンだしに、めっちゃいいあったの。タイプのってこと？うん。なのにその充電のやつとかが線がなくて、もう SD カード、うん、もう分厚いらしいよ。なんか今は薄っぺらいけど、うん、昔は分厚いらしくて、だからめちゃくちゃあれ。なんかあのね、カメラが正方形でレンズが隠れてるんやけど、なんかコチョってやったらキュンってな。めっちゃすごいな。欲しかったのに充電器とかいろいろなくて、それは悲しいよ。悔しかった。そりゃ悔しいよ。めっちゃね、兵庫帰る前にね、うん、広島に帰る前にお父さんにそのデジカメ欲しいんだよねっつったら、え、デジカメなんかあったぞみたいに言われて、うん、探してくれたんやけど、うん、優しい、うん、写真もないや。デジカメ、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 カメ。ふーちゃん、タワー、うん、ほんとだ。え、ちょっと待って、ええ、わっ、ナラブさん、ナラブさん、ちょっとナラブさん、なーにこのなんかクマちゃん、ちょっとなにこれ、なんかかわいい。ナラブさん、もうこらダメでしょ。これなんて名前なんだろう。どこにある、ナーラブさん、うわっ、なにこれ、うわ、天使やって。 SW シルバーウィークの大天使タワー、ありがとうございます。明日お礼させてください。明日来てくださるかな、ありがとう。その顔、申し訳なくって、申し訳ないか、ピグレットの顔じゃん。ありがとう、明日お礼を書かせてください。あ、書いたやつは明日お礼させてください。ありがとう、ごめんね、いつもフレッチ。え、初代のデジカメメモリが少なすぎて数枚しか撮れなかったって。じゃああれがいいじゃん。なんだ、映るんです、うん、の方が撮れるかな。これ、あ、キャノンじゃなかった。え、キャノンじゃない。キャノンじゃないじゃん。全然キャノンじゃない。富士フィルムじゃん。富士フィルムだった。同じやつとか持ってた方いそうだよね。うん、いそう。今さ、手元にありますって方いそう。今ってね、あの JK とかでもデジカメブーム来てるから。そうだよ、少し前から来てるから、今手元にもう使わないデジカメあるよって方とか、そういう、あのね、売ったらこれでした。需要ある、多分。これなんかここをカチャってしたら開くんですよ。でこれカチャってしたら戻るんですよ。うわー、これでも私はキャノンのお兄ちゃんから今お借りしてる一眼のやつでメンバーを撮ってる。でも自分の買いたいんだよね。でもね、結構な値段なのね、うん、結構。でもしかも使い方もマジで分かってないし、動画とか見たりとかするのむずくて、うん、あのだからどうしようと思って。この前教えてもらっとったよね、ダンスの先生。そう、ダンスの先生がすごいカメラ好きな方だからね、 F 値がこうでとか言われてるんですけど、うぃ、分かんない、アルファベットいっぱい、数字いっぱいで分かんなくて、ね、あたふたしちゃったのね。でもちょっとやってみたい。ソラハカメラ、なんかね、ソラハカメラ一眼だけど、その初心者のやつらしくて、だからちょっと画質が荒いんですよ。皆さんがこうカメコ STU で上げてくださる写真はなんか 4K とかあって、すごいめちゃくちゃいいやつなので、だから、うん、めっちゃ画質良いね。だからもう超お高級って聞くからさ、ね、すごい。あと腕もあれじゃん、うん、多分みんな相当筋トレしてるよね、うん、ムキムキマッチョマジで、すごい。あと上手くない？
絶対さターンしてる写真とかだったら絶対もうなんかさすごい顔になるじゃん。でもなんかいい感じにさ、うん、の顔してる瞬間を収めてくれるじゃないですか。すごない？美味しい？うまい。お見合いです。いる？大丈夫だよ。大丈夫。ありがとう。ちゃんとお礼を言おうと思った。なんで？親切にしてもらったら。大事。うん。あ、くれるの？だって喋っとるから。ありがとう。喉乾燥しちゃう。麦茶も作れるよ。いつもお水。麦茶。それはもうなんか水だったけど、うん、あのお茶を飲むようにしてる。なんでかっていうと体脂肪を減らすって書いてるから、私はこの言葉にしっかりと信じてるから。企業のそのこれを書いたらきっと売れるっていうのをちゃんと。しかも細い、うん。サラピがこれを飲んでるってことは本当に体脂肪を多分相当減らしてるの。だから私はリスペクトしてるから信頼してこれを飲んでます。他のお茶もあるやん、濃いお茶でさ体脂肪減らすとか違うお茶の種類であるけど、じゃあもうサラピがこれを飲んでるから本当に私はサラピにあの、はい、支配されてる。支配されてるそう、あの勝手に なんて言うん、細い人がさそれを飲んどったらさもう確実にそうやん。私はこれをも飲んで、じゃあビデオレター撮ってサラピに、うん、でもサラピに言っとるから私、あ直接今日も真似しますとかリスペクトですとか言ってるけど今日も買いましたよ、うん、今日も買ったよサラピ。でもサラちゃんが開発してないよそれそうだねサラピが飲んでるけどサラピのイメージがあるんやけど、そうすぐに影響されちゃう。細い子が飲んでるとね、うん、細いのみんなもおしめんが飲んだら飲むじゃない。あ本当に、だからソタロー氏もみんな今日から飲み出す。えでもね結構もう言ってる、ずっと前から言ってたんで、ね、濃い茶飲んでください。みんな飲んでる？えいる。あ本当？めっちゃいる。嬉しい。私もアイスいっぱい食べてもらえる。やばいじゃん。だって健康心配になる。いいみんなさ急にさ私推しになった瞬間そうやっていっぱい食べてくる。えでも私もよ、それこそね揚げ鶏とかさ、あラーメンとか、うん、ラーメンまあ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 あれだけど、うん、あのそらく塩パンに信じられんぐらいハマってる時塩パン一緒に食べてくださったりとかして。わあ。飲んでる。いいね。お揃い。お揃い袋。にゃっ。お揃いだよ。お揃い。どうした？ん？どうした？よそ行き声でした。今。どうしたの？どうしたの？天一とアイスの人たち。天下一品アイスが開発されたらもう私たち聞いてください。どうしたんですか？10月5日天一の日なんですけど、はい、私は今のところ何もないんですよ。でね、うん、あの葵さんとその天一に行こうっていうお話をもう2年前ぐらいしてたから、うん、今いつ買ってた？え？え天下10月5日ですか？あ1日1日1日そう10月1日天下一品の日なんですけど、はい、で葵さんと2年前からお約束していきたいっていう約束をしてて、生誕祭の時にもそれを言ってくださったからもう行きたいと思って、はい、で葵さんにあの昨日ですねクルージングの時にクルージングの前にもう言いたいと思ったけど、あせっかくなら直接お誘いをしたいと思ってクルージングの時に、10月1日どうですかってあの天下一品の日っていうので、はい、あの一杯食べると次食べた時に無料になる、一杯無料券がもらえたりとかする、もう行くのに最適すぎる日ですみたいな言って、うん、もう自信満々に言ったんですよ、うん、はい、そしたらですね、えその日仕事入ってるって言われて、あ一緒かもお仕事、ああれあれあれやろ絶対に、うん、え2人なのあれって2人ので言われて、うん、あ分かりましたって言って終わりました。じゃあ誰か一緒に行きましょう。マネージャーさん言おうかな。マネージャーさんに言ったら多分あれですよ、あの
あ、尾崎さんとかが無理だからですかって、ね、言われるよね、うん、それがマネージャーさん誘う時ってなんか毎回言われる。今日尾崎さんが お仕事だからですかとか言われる、うん、この前はそうでもなかったけど、そうでもなかった、うん、違うかった、お仕事だった、悲しい悲しい寂しい寂しい、うん、家族なら絶対行ってくれるから10月1日だけ帰ろうかな、兵庫に。だから5人全員で行ったらさ4枚もらえるよ。お兄ちゃんおらんけんやけど、無料券、そう、パパとママと。でもね、10月妹食べれるん？いや、もう、え、妹並み全然余裕よ。マジ？マジでやばい。あ、やばい？ほんまにもう。で、ちっちゃい子のさ食べるの分からんけど。私、うん、でもね、10月2日から行ったら、うん、なんかもらえたりとかするんよね。だからどうしようと思って。うん、どうしようどうしよう。両方行くってのはどう？両方行きたいんだよね。うん、でも兵庫県の天下一品が好きなんだよね。うん。でも強いて言うなら私京都に行きたい。マジで本店に1回しか行ったことないから行きたい。京都行きたいよ。連れてってまた1回しか行ったことないね。はい、行きたい。パセロ行きたい。マネージャーさん、うん、でも普通にマネージャーさんと話したいことがあったから、大好きなの天下一品が。でも最近行けてないんです、うん、でもね、うん、なんかおじいちゃんがね、うん、それこそ天下一品とかそのモックスとか、うん、それが美味しい美味しいって言っとるから、うん、食べてみたいって言って、かわいい、あ、そう、兵庫帰った時とかに何どこご飯行くって言ったら、天下一品って空葉が美味しいって言うからとか、空葉が好きだからとかって言ってね、うん、言ってくれなんかつてかわいくない、そのおじいちゃん、おじいちゃん本当に大好き、見てる、水、いやワンちゃん寝てるかも、いやでも見とるかもしれん、おじいちゃん高野豆腐高野豆腐私大好きですよ、高野豆腐いつも覚えてくださってありがとうございます。もう高野豆腐の子やから、うん、バコ高野豆腐で覚えられる、高野豆腐の子だから、すごいね。でも私のファンの方でも高野豆腐好きってそんな知られてないと思うけど、マジ父ちゃんのおじいちゃんすごい、うん、相当やからな、多分みんなの将来見とるんか知らんけど、大好き、天下一品行きたい、おさき高野豆腐正解やばいミドルネーム高野豆腐高野豆腐そう、汁抜きでそうだよ、むくむからね、汁抜きで、本当だよん、ね、うん、汁頑張って全力で箸で高野豆腐の汁を絞って食べる、やばいよ。じゃあもうあのまんまはダメなん、うん、だから乾燥は硬すぎ、あ、硬すぎ、だしを染み込ませてふやかして、ね、ふやかしてからなんだね、そう、そうなんだ、汁がうまいのに、そうなんです、本当にパセのその徹底具合やばい。今日はちょっと怖い。やけん、そう、あ、これ後から罪悪感に浸ってしまうだろうなと思って。なんかソラハは別にそんな塩分とかその気にしないんですよ。はい、サラピもその気にするけど、はい、でも全然食べるんですよ、容赦なく。はい、でパセってマジで気にするから。うん、あ、だから焼肉食べたり、キュウリの塩のなんか食べたったりとか。うん、してるたびに、あー申し訳ねーってなった。いや、美味しかった。本当に幸せ。こうやってさ、出かけて食べることないから嬉しいよ。そう、めちゃめちゃ気を使ってる。って戻って。気を使ってて最高。最高。いいことやけどね。でも気を使ってない。何も考えてなかった。本当。そう、天下一品天一っていうか残った方下品っていう話が出た。天一って天下一品で取られて残された方が悲しいってなっちゃった。お題が出た、応援出した、そのコメント、あ、ちょっと誰がそんなこと言ったんですかちょっと待ってください、誰か、誰ですか、天一、それは天下一品だから天一じゃないですか、うん、ということは天下一品だったっけ、花瓶ですか
下品じゃないですけどね、カピンですから。どう考えたら可愛いじゃないですか、カピンですよ、カピン。誰ですか下品とか言ったのは。コメントの誰か。あ、そうやってファンの方へなすりつけるんだ。カピンですから皆さん、カピン。天下一品天一。でも天一もあれやけどね、天下一やから、うん、天一天一天一やけどね、カピンってことは天下一品。カピンカピンですから、カピンですよ。なんか楽しみにして、ごめんなさい、ダメですよ、カピン。これカピンですから、ダメですか皆さん、カピンですから、残った方がカピン。そうです、カピン。もうそういう視点ある人すごいと思う、なんかそういうさ考えにならんから。うん、いやでもどっちかというとパコなる方やと思うよ。そうなる方、なる方やと思う。結構定期的私の言葉でなんか、うん、あのなってる、うん、なってるなってる。ほんと、うん、天一、天一、天一ですよ、天一、天一、第一期天一。美味しかった本当に、うん、お口に合ったなら良かったです、うん、いつも言ってくれるよね。そうなんよ、本当にインスタグラムとかで紹介してるやつさ、ソラハが美味しいって思ってもその方に美味しいって思っていただけるか分からんやん。もう自分が作ってるわけではないんだけど、うん、人それぞれの好みがあるし、そう皆さんの好みを知っているとかではないから、うん、不安なんよ、そう食べていただくときとか。いや分かる、私もアイスおすすめするときそう、うん、自分が作ったわけでもないけど、うん、そうだから美味しかったよって言ってもらえるとめっちゃ嬉しくなって、お口に合ってよかった。わかる、ほんまに。こってり行けたよ、美味しかった。こってりだって言うのです、食べて、うん、こってり、こってり。でもうちょっとスープ取ろうとしてるかも。あ、ほんと？うん、美味しかった。でもなんかね、11月10日なんか出るらしいんだよね、天下一品から。何が出るの？公式 X 見てたら11月1日アンドモアみたいな。はぁ、匂わせてた？うん、にゃー、あのドロドロのやつはいつ出るの？毎年いつ出てるの？あれじゃない、末じゃない、末、年末らへん。え、そう11月10日アンドモアみたいな。え、もう23時51分だっけ。え、怖っ、え、え、怖っ、え、やばすぎない？2時間以上喋ってるってこと。天下一品相互フォロー中でございます。やっぱ相互フォロー強っ、認知してもらっとるから、認知されてる、推しに。でもね、本当スープがね、違うの、絶対こってりじゃないの。確かに、好き、塩系じゃな、なんか、うん、さ、あっさり系じゃない、ほら、塩、本当だ、あっさり系なの多分。ほらやっぱ、あ、魚介、何が始まるの、魚介なのかな。え、ほら見て、これ10月2日からね、スピードくじで、これやばくない、これ欲しくない、軽量カップか、うん、こってりハンカチか、これ、あ、これ参加者だ、まあ、50円引き、え、めっちゃ欲しくない、これすごい、ね、軽量カップもハンカチも欲しい、すごい、ね、すごい。こんばんは、おいしい、お腹空いてきちゃった、なんかね、口に入れたくなっちゃった、おじいたん、おじいちゃん見てる、嬉しいよおじいちゃんが LINE で見てるって見てくれてた、コメントしてくれた。寝なよおじいちゃん、寝なね、うん、孫を見たいんだ。でも大体12時に寝るの。そうなの、うん、じいちゃんから見てるって5分前ぐらいに返信があった。おじいちゃんかわいい、かわいすぎて、ほんまにかわいすぎる、かわいいですね、だんだん下がってきた、ね、雑魚がやばい。でもソラハも、うん、バコのおばあちゃんにソハラさんって言われてるらしいからそうだよ、ソラハさん、いつもソラハさんだよって言ってるのに、あの
ソハラさんは元気ねっていう、あれなんか名字やと思われてるんじゃないよね、多分ね、ソハラっていう名前がね、そうだよね、ソラハもあんまないもんね、ソハラってなんかソハラさんっていつもね、長崎のおばあちゃんから言う、うんうんうん、いいよもうソハラ、初めて会った時に、あ、いつもお世話になってるソハラですって、もうソハラで行くね、ソハラで、ソハラで行こうも、多分覚えきれない、ね、うん、そうよね、ソハラさんにしよう、うん、あと私の名前もね、あの覚えきれてないから、おばあちゃんなんていうの、妹の名前で呼んできたりとかするから、でいとこの、でも似てるもんね、でも、うん、いとこの名前とかで呼んでくるから、多分もうソラハは覚えられないかもしれない、ラってむずいしね、うん、R って発音むずいし、ソハラさんソハラパセリって言われてるよ、おじいちゃんが、私か、うん、嬉しい、パセリかな、妹も覚えてくれて嬉しい、パンちゃん、ん、パシちゃん、あー妹です、あの妹ね、うん、この前さ、妹さん、え、そう、私の妹が、なんだっけ、公演よ、あの、アベマの、そう、アベマの東京公演をお母さんがテレビで見てたらしくて、したら、あ、ソラハさんだって言ったらしい、そう、妹さんが、でも妹さんに、うん、長崎行った時にパセのお家泊まらせていただいて、うん、あの初めてお会いしたんですよ、目の前でいて、うん、朝かな、うん、もう私たちが出発する前ぐらい、うん、で、その時に妹さんがご飯を食べてらっしゃって、らっしゃって、そう、で、ま、は来てる側やからね、さすがに、うん、知らん人やん、うん、確実にね、うん、お邪魔してるから、あ、いつもお世話になっています、シナのソラハ、あ、ソハラって言ってた、ソラハです言ってない、ソラハですって言ってなんかみたいな感じだったんですよ、でも声は聞いてないんですよ、 そこしか1回しか会ったことないのに、2回会ったことないよ、歯型焼きだったじゃん、ああったね、だからお辞儀して、ね、フィニアスとファビアみたいな、お辞儀してくださって、うん、その妹さんが、で、そのパセからはすごいなんか冷たいっていう感じのを聞いてたから、え、全然普通じゃんみたいな、よそ行きだよみたいに言われて、うん、よそ行きって本人が言ってた、 で、そこの次に初めて面と向かって挨拶させていただいて、でも声は聞いたことなかったんですよ、うん、でも言ってくださってたらしくて嬉しい、しかも声かなんかで気づいた、もうやばいね、うん、絶対見たらいい、なんかショール見てますかお母さんが DMM とか、あー、ママさんね、で、うちの妹もマジのこと認知あるし、うん、お互い認知、大体お父さんも認知、私が、うん、評価入った時に LINE しよったら、パちゃんパちゃんって言われて、パちゃんかわいい、パちゃんって言われて、妹かわいい、生意気妹たち、早く連れて、パちゃん嬉しかった、そう、みんな知ってる、パパとママはおさきさん呼びやけ、おさきさんって言われる、だけ一瞬誰かわからんくなる、豆太郎ね、豆によろしくって、定期的に私ボイスメッセージ送るよね、お仕事頑張ってくださいって、うん、やばいよ57分、嘘、やば、パーコの方から壇上読まないと、壇上、あ、え、どうしよう、この前、あ、この前声でやったよね、なんかちょっとし今回も声でやってみよう、はい、はい、13位陣内さん、ライダー、12位ウォッカさん、ウォッカごくごく、11位ユタパパさん、パッパッパッ、10位みふねさん、うおーん、これ船だ、9位りょうへいさん、へい、え、前回も来れないんだけど、それ違うかな、8位エガアマリアエリスタさん、ヨガ映画から、ちょっとあのか英語のあれが分かんない、ごめんなさい、本当にごめんなさいヨガ、7位メロンのあそこさん、パクパクパク、6位 Z さん、あ、でも前回も Z って言った気する、Z、うん、5位 Z タン、4位ミツさん、ミツ、あ、ミツにのみつ、ミツ、3位ジャクソンさん、ふう、あ、マイケルジャクソン、ジャクソン、ジャクソン、2位阿部寛さん、え、それはアベイルをしようとしたの、あ、アベイル、アベイル、服の、そう、服、服、はい、1位タッチタッチ、言うと思った
けると思います。ありがとうございます。あ、私じゃないんですけど、私の方じゃないんですけど、ありがとうございます。それでは男女見ます。13位キッチさん、12位アスパラさん、11位ひたち産業さん、10位スーさん、9位サイダーさん、8位スエさん、7位プチさん、6位カイトさん、5位ゼータンさん、4位タカさん、3位天然ウナギさん、2位ユサナクさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。ありがとう、わあ、ありがとうございます。1位の方だ、パセ押しの方だ、代打できてくれてる、絶対代打できたらちょっとありがとうございます。ありがとう、ありがとう、みんなありがとうございました。ありがとう、また明日お会いしましょう。お話し会よろしくお願いします。ギフトありがとうございました。たくさんありがとう、ありがとう。また明日お話し会、そしてお話し会終わったらショールームしますのでよろしくお願いします。バイバーイ、イエーイ、バイバーイ、またね、おやすみなさい。あれ言わなくていいの？うん、いいな、終わってるから、うん、ハンボバラバティポープタミタミニョム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 ニョ